はい、OK です。ありがとうございます。はい、ボクシングのやつだな。それボディにやるやつ。さあ、ボクシングだね、これ。ボクシング、はい。キックのってなんかあれじゃん。なんか棒みたいな、なんかさ。なんか、ビランスみたいな。そうそうそう。はい。でちょっと、窓を蹴ってみていいよ。なお前の蹴り返したことなさそう。やってみろ。ちょっと待って、財布が取る。スマホを壊されたら大変ですからね。じゃまず、そうやって。あ、重いな、パン。すごい重い。終わり？あ、ケツ割れた。これ、本気でやれたら、痛いと思う。すごい。ちょっとやられてみ。今何パーぐらい？いやいや、いやそんな、軽めな。重いよね。嘘つけよ。嘘つけ。本気やって。それ見てよ、俺が。本気、本気。これは怖い。これは怖い。だ俺肉ない。俺肉ない。じゃあ逆にタッチャーやって。本気で。本気はない。じゃあ自分やる。じゃあ自分やる。うい。ロブね。まあまず50%結構重いから。いや50%半分ですよ。言っても。大したことない。あ、痛い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 。皆さん、映像と音声問題なかったら手を挙げてください。どうも皆さん、こんにちは。和道格闘技イベントへようこそ。今日はですね、2018年3月の25日19時21分です。皆さん盛り上がっていってください。でお願いがあるんですけれども、今下の方に URL が書いてあります。でこの URL Twitter ですので、こちらの方をリツイートしていただけると、あの見逃さないと思いますので、ぜひぜひ皆さんリツイートお願いします。音声と映像これくらいで OK かな。じゃあちょっと僕、あのセッティングとかで時間取ってたんで、あれやります、練習します。で、今日の、出演していただく方を紹介したいと思います。あ、間違えました。今日はですね、MC に鮫島さんを、お呼びしております。で、テルチャンピン、バブー達彦、和道で、お送りしたいと思いますので、皆さん楽しんでいってください。で、3倍目ヒカルさんなんですけれども、ちょっと目のレーシックの手術で、あのドクターストップがかかったということで、今日連絡が来ましたので、ちょっと皆さん楽しみにしていた方申し訳ありません。ヒカル君来れないです。申し訳ないです。じゃあ鮫島さん、こちらに用意したんでお願いします。ちゃんと準備させて。いや、おからしょっと。いや、あ、どうも。MC です。あ、光る来いよ、ビビってんのか。あ、こっちかカメラ。ここですね。カメラはそこと、あ、そういうこと。選手基本的に自由にやってたら構わないんで。じゃあやるよ、早く。負けたるじゃんけん。うわ、汚いよね、じゃんけん負けたくせに。バックレーンだ、それってねえ、やられたよね。一回やられたよね。練習しよう、練習しよう、練習しよう。いや、やっていいよ。俺がやるの。練習しよう。お前がやるのよ。じゃあやんなよ。あ、やれやいいからよ。で、なになに、なんだっけ。オープニング、お、お、なになに、どういうこと。サメさん、体操だけしていいですか。はい、すいません、体操だけ。あ、体操ね、あ、いいね。体操なんかないですか。なんか音楽ないですか。なんか音楽、体操の音楽、体操の音楽。じゃあ YouTube で調べますよ、今。真面目にやれよ、体柔軟は必要なんだから。はい、まず立って立って、もういい、そんなんいらねえ。ラジオ体操第一ね。はい、あそこ映ってる。背伸びの運動から、はい。ちゃんと運動したの。あ、みんな目の前にリスナーさんゴールとか出てるな。立ってる方は肩の足を上伸ばしましょう。特にかかとの上下ろしを意識しながら。ちゃんとやろうか、これ。怪我のもとだろ。手を回します、体の外側と内
内側に。何やってんのこれ何これ何これ何ラジオ体操は。ラジオ体操は大丈夫じゃないですか。いやー疲れちゃった。ということでじゃあ第一試合目。いや試合じゃなくてあの体鳴らしたら。もう鳴らしちゃう俺たち。じゃあ青山さん、はい、クモン流やっつけれると思いますかね。いやまあ多分。そんな弱気でどうする。いやもう近く。あいつの地下格闘技見た。見た。どうでした。いやまあまあ。正直あいつ力はありますよ。力あるんですかあれ。多分力はある。まあまあ若いし。早いだけなんじゃないかなと思って。いやまあまあ。なんか秘策とかあるんですかその対策みたいな。クモン流対策。あります。あまあまあそれは多分今放送では言えないと思うんですけれども、やっぱね、青山さんといえば、やっぱ女のリスナーさんが多いわけじゃないですか。捨て頃関係だけや。だからやっぱ負けるわけにもいかないし。そうですね。抱えるものが違う。抱えるもの違いますよね、相手とは。全然。だって月いくら稼ぐんでしたっけ150万。まあ150万だからつまりそれをねてねやっぱりかけるわけじゃないですか。負けたらどうなるかっていう。わかります。負けるわけにいかないですね。負けるわけにいかないです。ああ、はい、なるほど。はい、ありがとうございました。いいよいいよいいよ。どうすればいいのこれ。はい、もう本当そう俺の。じゃあ頑張れてるじゃんということで、じゃあまあまあ、クモン流も多分見れると思うんですけど、ね、まあ、見てます、絶対見てます、はい、なんか一言言ってやってください。いや、まあ見るのは自由だけどね、うん、もうちょっと練習した方がいいじゃないですか。まあ、わけわかんないこと言ってますけどもでも、自分も練習してないでしょ、ぶっちゃけしてないです。じゃあ、人のこと言えないじゃん。いや、まあまあ、それ以上に練習しなさいよ。ああ、なるほどなるほど、はい、練習しなくても勝てると。勝てますね。余裕で。余裕です。お前何やってんだと。2段の時点でもう負けるんちゃうんですかね。ああ、もうひよっちゃう。覇気で、覇気で。ああ、覇気で。大してないっすよ。ありますよ。ないっすよ、青山さん。目つき悪いだけですよ。じゃあ、続いて、自己紹介、辰彦さんお願いします。はい、じゃあ、ごめんなさい。あ、自己紹介した。紹介お願いします。ちゃんとした。まあ、いいかこんなもんで。手頃第1試合目のテレチャンピオンです。相手はクモン流です。よろしくです。金で変わりました。人ってのは簡単ですね。あそこでいいか。はい、立っちゃうんで。はい、走れよお前。失礼します。じゃあ何
バブータツイフ、あの嫁がね、はい、緑と揉めた、はい、有名なあの、はい、ね、まあでも美人さんですよね。いえそので、まあとりあえず今回ステコロ初めて、はい、初めてなんです。あ、なるほどなるほど。じゃあまあなんか意気込みとかありますか。そのまあなんかこれに出たいと思ったきっかけ、出るって決めたきっかけとか。そしてやっぱり第一回の見て、はいはいはい、出たいと思って。ね、あ、なるほど。そんでまあとりあえず出る形に。はい。ってことはやっぱもう負けない、まあもちろんね、はい、最初から負けるつもりでやる人はいないけど、はい、必ず勝ちます。必ず勝つ、はい、まあ、負けたらどうします、ちなみに。負けたらもう坊主にします。坊主？あの、剃ります。いや、そんな、はい、パイパンにしたってさ、はい、誰も何も、はい、なんか誰も損してない、はい、そうじゃないよ、はい、負けたらどうするでも、はい、うん、負けたら嫁 AV に出そう。妊婦のも妊婦のも受けるよね。絶対ね。いや、もうそれぐらい、もうそれぐらいでも、それぐらいの気持ちでいかないと、はい、多分勝てません、はい、勝てません、勝てませんよ、はい、まあ、とりあえずね、まあ結構センスはあるんじゃない、青山よりは。いい、うん、いい感じだよね。まあということでね、まあじゃあ、はい、なんかあ対戦相手に一言カメラ、カメラに向かって、まあその1ラウンドでまあ、きっちり KO したいと思いますので。おー、はい、言うね、はい、わかります、わかりました、はい、はい、ありがとう、すいません、ありがとうございました。ウィスパーカー、ウィスパーカー、はい、あ、すいません、寄り目です。とりあえず寄り目、皆さんありがとうございます。誰なんだっけ。僕はですね、直樹兄さんって言ってニコ生のもともと運営だった。知らないね。知らないですか。うん、何、はい、それは何、はい、なんか因縁とかはないんだよね。全くないです。今年は絡みもあったこともないですね、うん、相手はどれぐらいなの、力は。なんか身長180ぐらいあって、体重も80キロくらいある。あ、でかいね。感じみたい。勝てんの。あ、もう今日見てください。あ、なるほどなるほど。自分の進化を。はい。で、ちなみに負けたらどうする。負けたらもうチンコ切りますもん。じゃあもうのんちゃん AV 出そう。のんちゃん AV 出しましょう。うん、いや出しましょう。ジグジョンね、いい。え、のんちゃん AV 出していいの。ちょっとじゃあちょっとのんちゃん、じゃあ、うん、のんちゃんジグジョモノは売れるから。ジグジョモノでじゃあ、じゃあもし和道がまあ、負けたらね、その誰が分かんない忘れたけど、まあ、とりあえずこのね、あののりこさんが熟女もので、熟女もので、熟女もので、スカトロで、スカトロで。じゃあもう負けないもんね。うん、負けないから、負けないから全然大丈夫だよね、堂々と。じゃあまあで今日ラウンドはガールを務めてもらうのりこさんです。はい、はい、まあちょっとね猫背ですけども、しっかりしてちゃんと姿勢はね、うん、絶対出ますもんね。じゃあ負けないもん、ワド。負けない、負けない、ね、それぐらい信じてますからね、彼女は。信用してるんで。また今日のね、ちょっと試合とか、まあ、練習風景を見てもらって、うん、とりあえず、ね、まあ、この自信はここから来るんだなっていうね、わ、うん、かるかなっていう、うん、ラウンドガール、ちょっと猫背のね、ちょっとね、更年期ですけど。更年期で、まあ、なんと今日僕 の、 あのセックスフレンドの名前の収録できたんで。あ、セックスフレンド紹介してあげて、もういい。解放セックスフレンド、あの、まあ、セフレ、まあ、和道のね、一応セフレっていうか、まあ、ね、まあすごいボリューミーな女性、ボリューミー、ボリューミーです。あ、どうも、海宝さんです。まあ、やっぱ和道さんの愛人ということで。あ、そうですね。結構部屋とか片付けてらっしゃる、ね、あ、片付けてます。やっぱもう言っちゃえばそういうね、家庭的な面で。そうですね、うん、そう、はい、で結構なんか和道さんを口説いてるらしい、はい、なんか、いや、それ昔の話、昔の話。どんな口説き方したの、うん、甘い。うん、ね、はい、マッサージ配信に、はいはい、あったね、あったね、ホテルでね、添い寝をしてほしいって。あ、行ったの、そうそう、介護が、はいはいはい、添い寝フレンドになってほしい。ああ、添い寝ってやつね。で、横に寝てって言ったこと、うん、なんて言われた。なんでって、なんでって、抱かれてはない、まだ。いや、抱かれてないです。じゃあ今日和道が負けたら抱いていいので。もう好きにしていいのでね、はい、ということでね、和道さんのセフレ、はい、ね、まあ、一応海宝さんも応援しに来てるんで、はい、なんかぐるぐる始めましたね。何でしょうこれ、何ですかこれ、まあ、こっち見ればいいんですかね。なんでしょうね、これ追いかけっこしてるんでしょうか、ね、え、椅子置いて椅子取りゲームやる。椅子取りゲーム、椅子取りゲーム、つまんねえこの光景な。ステコと同じリング幅だ。何すればいいのこれ、僕たち。まあ、まあ、ね、解放。体温めて、あの、ウォーミングアップ。場所場所にいるけど、な、一人いねえぞ。あ、じゃあ足で立つ行こう、おめえもよ。ちょっと足壊れてるんですよ。いいんだよ、足が壊れてるとか言い訳しねえでよ。
で、自分だけ生でてんじゃん。なあ、しっかりやれよ、お前。はい。無理しないで、足。そうです。右だっけ？右ですね。はい。足痛めてて仕上げねえのか？はい、もうパンチで、パンチでいきます。よし、そしたらじゃあ行くぞ。シャドウに行くんで、シャドウに行くんで。ね、もう決まってんの、そういうプログラム。どういうこと、これ何すればいいの、これ。つむつむやってよ。しょうがないよ、もう何も言うことないもん。こんなん、参っちゃったな。した。かったるいな。こんな見たくないよね、みんなね。金払ってさ。殺し合いやれよ、殺し合い。なあ、こんなん見るために金払う、わざわざ横浜組んだりまで来てさ、ね、10分も歩いてさ、殺し合いを見てんだ、俺は。殺し合いや、うるせえのな。荒野行動やる？荒野行動、アンインストールしちゃったんだよな。荒野行動やろ。殺し合いもできねえとか、横浜か、お前ら。休憩なんかいらねえから。とひ弱だな、こいつらな。ザコだよ、ザコ。もう早いね、休憩ね。あの、そんな早いんだ。へえ、何もしてないのに。え？何もしてないのに、ね。いや、荒野行動やろうかな。何？もう。ちょっと。いいな。ちゃんと指示して。何を？何を？指示して、指示。何を？指示。あ、じゃあ、殺しちゃえ。あ、はい、オッケーです。わけわかんない、もう勝手に決まってんじゃん、プログラム。殺し合えよ。あ、なんで、ツバヤンがコメントしてる。仕事しろよ、クソ島だって。何の仕事すりゃいいんだよ、じゃあや。勝手になんかやりだしてな、シャドウとかやりだしてさ。いや、何やねん、おめえの頭の中で出てきてる。シャドウで、場がつながんないから、サメ島だから。だから、荒野行動やろうとしただけだろ、クソツバてめえ、この野郎は。なんだ、ツバヤンてめえ、この野郎は。何が仕事しろだよ、お前、バカ野郎。てるちゃんかっこいい。こいつは違うよ。だから金で変わったんだよ、こいつは。ほんと、なさけない。雲に負けるぞ、お前は。あれ違うよ。ごまかしてんだよ、あれ。こうやってやってるからね。だから音でかいように聞こえて、あれ、あの、たっちゃんの力が入ってくから、あれ大したことないよ。あれさっき見たもん。あれ違うからね。音大きいだよ、大げさ、大げさ。音が大きいだけですからね、あれ。お、見てください。振り下ろしますからね。あえて叩いてますからね。叩いてますから。叩いてるから音が大きく聞こえるだけ。せつまやこんなやるわ。バクソてるもんやるわ。何が仕事しろよ、クソ島だよ、おめえ。荒野行動やろうとしただけだから。はい、いいですね。いいパンチしてますね。これ、とりあえず。まあ、でもこれ、たっちゃんがね、これね、あの、殴ってってるんで、多分半減してますよ、これ。この音は嘘です。はい。うちは、そう、うちは置いてるだけですよ、こんなの。こんなん、八百長です、八百長。見てもらえばわかんない。ゲームすんなよって、じゃあ何すりゃいいんだよ。逆にな。逆に何すりゃいいんだよ。な、俺メガネかけてるから、お前リング上がれねえんだよ。メガネかけてると何も見えねえんだよ。喘息なんだよ、俺。さっき、爆速コメントしてる、本物。ゲームすんなよじゃねえ、うるせえな、この野郎。おめえ沖縄行ってんじゃねえよ。お前も真面目にやれよ。やっとるから俺。お前も解説しろよ。なんでお前も。なんで俺、解説なんかできるかこれ。なあ。何を解説すりゃいいんだよ、お前。
サンドバッグやれよじゃねえ、やったっていいけどよ何を解説すればいいんだよ、俺あれすごいですねとしか言いようねえじゃねえかよみんなどう思ったこれみたいな試合を見たいんだよねこんなん見な、オナニーですよこれ、ワドーのワドーのオナニーですこれこいつのオナニーですよこれ何これ、やっぱ練習しなかったから超きついっす違う、そういうことじゃなくて何スッキリしてんの、なんか試合を見せろって言うんだよアップしないと怪我するって、アップなんかしない練習会だから、ね、いいんだ怪我するほどのパンチ持ってねえのよあ、すごい700人ありがとうございます、なんかツバニャンが仕事しろよクソ島とか、はいはい、俺荒野行動やろうとしてたのにすげえちゃちゃ入れられた、あっとくんすか、ほんとにバクソてめえ来いこの野郎、バクソボコボコにしちゃったから呼べやかったっすね、バクソてめえボコボコにしちゃったからよ、はい、おいお前いつでもお前の試合挑んでやったから、おかかってこいよな、もうワンパンだおめえなんか、女だからってな甘えんじゃねえぞこの野郎、女だからとか言ってんじゃない、男女平等なんだバカ、パンチ切れてる、いや違う切れてない、あれは多分あれはこうやって振り下ろしてるから、まあ音がわざと出るようなやつ、ほらね変えたでしょそういう指摘したら、はい、ね、これ分かりますよこれね、はいお願いします、はいはい、どうでしょう、そういうこと、おかまみたいな、あんなパンチ早い、ね、よくされますよ、早い、ね、早くない早くない、こんなの全然見える見える、全部見える、避けれるもんね、お全然避けれますか、全然避けれますよこれ、はい、余裕だよこんな、ちなみにサムチョウさん喧嘩どれくらいやってきたんですか、あもう大変だね、大変、もうそうじゃない、そうだってね、大変だよね、喧嘩をどれくらいやってきたんだけど、そうですか、うん、そうそうなんですか、大変だよ、ちょっと俺怒らしたもう俺はね、もう本当地元ではトラって言われてたから、サメズマさんのミッドウッズ見たくない、みんなやったことないの、やったことないのに評価してもらって、喧嘩はね、うん、はいはい、うん、いやなもんウェイトの差なんか関係ねえんだもん、でもサメズマさん多分強いと思うよ俺、ウェイトで言ったら、階級で言ったら、やったことないけどね、うん、見たい、言うだけとだよ、そうだよ言うだけとだもん、安いもんだよ、うん、なんだよ何をしろって、結構疲れますよね、まあ、やっぱり今日試合どうかな俺体力、もうそれは振りやめようよ、いやマジで結構走ってなかったんで1ヶ月間、なんで練習しないの、だそんなん舐めてるよね、舐めてましたねちょっと、ダメじゃんそれ、自分を追い込まなきゃダメ、そうっすねそうっすね、今日ちょっとやろう、俺も参加するの、やったこと、いやちょっとだけやるの、やったことないんだよ、しかも俺喘息持ってんだよ、ね、喘息は小児喘息、うん、だ一般男性の平均より肺が小さいの、あ平均より、はい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 、だ過度な運動はするなって医者に止められてんだよ、なるほど、ちょっとメモがないっていうか、何よりもグローブがくせえから手入れたくねえんだよあの黄色いグローブくせえなマジ、だからベント太郎の足見てんだよこんなん見たい皆さんこんなん見オナニーじゃんこんなの、そうですね、やっぱ TCP のリスナーさん見たいんですよ、で解説しろって何を解説すればいいの、あいいパンチですね、すごいですね、なんか洗濯もあの布団の中の音がしますね、右ストレートいいっすね、あ右は強いね、こいつの右は強い、今度ね、はい、何どういうことこれどうすればいいのこれ、これはね、だってむっちゃけ俺家でよかったんじゃない、スカイプかなんかで実際問題 LINE かなんかで ね、うん、ねよかったんじゃないのこれ、みんな鮫島さんの顔が見たいんですよ、出た出た、この青山の演技分かります、全然疲れてないんだよこれ本当は、こんなん疲れるわけないじゃん、たった2分たった2分さ、なんか変ななんか変ななんかスポンジぶん殴っただけでさ疲れる、このグローブ臭いんですよ、すごい臭いの、俺もう手出たくないの、あくっせてかお前が臭いのいいよ、なんだよでもあまなコーラなんか飲んで喉乾くよ、楽しいけど、あ見本見せてやる、俺がやっちゃう、どうぞ、封印解いちゃう、ザッワンツーワンツー、俺の右手なんつられてたか知ってるし、ほんとねザッアクマってやる、ワンツー、いやまあ左手の方が強いんだけど、ワンツーワンツーワンツー、ジャンジャン、どういうこと、ジャンワン、ストライク、ごめんなさい、何あれ、いいから喋れよ、何ワンツー、何ワンツーフック、何ですね、あの髪型は、ワンツーフック、なんか昔のなんかアイドルみたいなね、
なんか平和版なんかやってますけど、キレがないよね。ただ蹴りはすごい。ワンツーフック。あ、そういうことね。指示すんだね。ああやって、うん、ワンって何なの。右、うん、ワンって何。右、あー、ワンツー。ワンって左のこと。ワンツー。わかんねえよ。いや、わかるけど、俺うちはじゃあ、ワンツー。あ、ワンツーってことか、多分。そういうことかな。じゃあ、ワンツー。じゃあ、ワンツー。何これ。これね、タイミングが悪い。たった2分こんなんやって疲れるわけないじゃん、普通に考えたら。メガネ外したらコメント読めねえよ。コンタクトで取りやがったな。ワンツー、ワンツー、右。ワード三刀打ちうまいよな。右、ワード三刀打ちセンスあるじゃない。右、ワンツー。ダメだね、これじゃ勝てませんよ。シャッ、シャッ。あ、なに、あれ、どう、俺のスペシャル伝授した。まだ早いんじゃない、ワドには。なんだよね、これね。ジャズ。こん、なに、こんなんで俺呼ばれたの。はい、終わり。お前、ダメだな、なってない。なってない。なってない。やりますね。じゃあ、やりますえ、やんないですか。やりますよ。今、靴下脱いでるんですよ。そよ風パンチ見せてやる。俺本当にやったことないんだよ。しかもメガネ外したら何も見えないんだよ。これとこっちどっちやったやつだ。よくわかりません。やばいやばい。あれブロックなので。いや、お前の絶対臭いの。めっちゃやばいな。メンテしてるんで。やりづらいな。あ、臭くない。はい。こういうの匂いに敏感だから。はいはいはい。ダメなんだよ、鼻が敏感なの。立つ人そこに座って。な、何がやるの。大切で、はい、あ、もうジャブって言ったらゆっくりやる、言うんで僕。ジャブってね。ジャブっていうのは、もうさ、ジャブってわからんやつが解説してるの。肩幅です。はい。で、重心を前にした時にポンって前に出たら、こうさ、こう。最後、やばい。で、これですね。これね、左利きなんだよ。左利き。で、今日右でこうで、で、バンダイしてください。難しいって、これ実況する方が難しいです。実況の方が難しい。で、左を振って渡される。もう少し前でいいですね。もうちょい横にもう少し開いていいですか。それが止まりです。はい。で、ジャブって言って右手が前。右手が前。そう。そうですよね。そう、ジャブって言ったらジャブ。右手。これがジャブですね。で、リズムが。ジャブって言ったら一発ずつ。ジャブって言ったら一発。ジャブ。ジャブ。手が短いからさ。はい。ジャブ。ジャブ。この部分ね。で、ワンツーはこうゆっくり行きます。こう当てたら。で、これはこれはワンツー。落ちは落ち、落ち、落ち。俺も今落ちたから、そんなに。いや、もう、そこ落ちたんです。いや、やめてって、なんで、なんで、なんで、ちょっとあんた止めてよ、なんでよ。やめてって、なんで、ちゃんと練習したいと怒られるんですよ。まあ、ジャン、おい、ジャン、ジャン、これワンツー。わかる。俺1時間半かけてきたから。やめてって言ってるじゃないですか。1時間半かけてここ来ました俺。いいファイターですね、いいですね。教えてくれよ、理由を。こういうパン、そうそう、そうです。いきます。フッ、おー、ウィス、フッ。で、思いっきりこう、腰を回転して、こう動いて、はい。そうです。ウィス、フッ、フッ、おー、フッ。こちら、おー、フッ2連打、ちょっとシュッと落ちていきますか。左に。はい。はい。もういい、ね、ミット関係なく顔殴ったらおもろいけど。いいですね。それが一番おもろいと思うで。ワンツー、ワンツー、ラスト10秒。ワンツー、右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 、左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 、あ、でも結構全然上がってないですね。上がるわけねえじゃん、こんなん。次が、こんなんで息上がるわけねえだろ。なめんなよ。で、フットワーク込みでやる。次が、疲れとるやん。疲れてないよ。疲れとるよな、今。疲れてない、今ちょっと一呼吸置いただけ。パンパンで、こんなもんだよ、余裕だよ。ダッキングとか、はい、ペン出し、はい、こんなもんで余裕、余裕、余裕、余裕。
お前を今日リングの上で寝かせる。ちょっと待ってください。指名だよ指名。あ、そう。ビビってんの？ビビってないです。何ビビってんの？じゃあやろうか。次スパーリングやろうぜ。顔なし。いや危ない。顔ほらサメラがあるから顔大事だから。顔がなんで顔面入れなかったんって入れようと思ったけどさ、本気でやったらまだ怒るからちょっと、ああいうことね。ああいうね、うん、じゃあやる？やんの？やってやってもいいよ。じゃあ俺クモより強いよ。だ俺に勝てたら絶対勝てる絶対。じゃあクモンなんかワンパンじゃない、あんなやつね。さサメラがあるから顔はちょっと NG で、まあ、別にやりたかったらやってもいいけど、お前のパンチは当たんねえもん。全部避けれる。右は強い。やってみる。軽くね。お前なんか本気出さなくても簡単ね。顔でどうすればいいのこれあ、でもあの腰の使い方はいいね。去年より良くなってるね、間違いない。スケボーやってほしいんだよね。確かに怪我したら殺すから。誰に怪我なんかしないよ。親のパンチもらったって。あんなもん、ああいうことね。あ、そういうことね。あ、分かった。いい動きしてんじゃん。ワドのこの子でね、相手誰か知らんけど戦う相手。あ、いいね。何言ってるか全然わかんない。なんかアヒルの真似ですね、ダッキング。わっわっ言いながら。よくわかりませんね。あ、いいパンチ。今のはいいパンチですね。左フックですね、あれはね。いいですよ、これは。なかなかいいセンスしてるんじゃないですか、和道さん。あ、いいですね、これ。いや、また左フック。あれ、左フックが得意なんですか、あれは。きっとそういうことでしょうね。はい、終わりました。なかなかいいセンスしてるんじゃない、和道。いいんじゃない。よし、じゃあやるぞ。なんでやんないの。え、別に。じゃあ、後で、ね。工程が。あ、工程がね。これ何回やるの、あと。あ、もうちょっとで、あのアップ終わりです。あ、アップ、あ、これアップなわけなの。ああ、なるほど。ワードいいよ、いいよ。ありがとうございます。まあいいよ。これからリスナーさんが見たいスパーリングとかが入ってくるんで。なるほどね。こっからワードがボコボコにされるわけですよ。疲れた。顔面ちゃんいらっしゃい。あ、ちょっといいですか。顔面ちゃんにクレームしていいですか。ごめんなさいね。どうぞどうぞ。勝手に使っちゃって。いいですよ。顔面さんね、あのね、顔面ちゃん、あなたね、勝手にね、僕と結婚するのやめてください。結婚したんすか。こうやって勝手に、あ、いいっすね。こうやって勝手に、これ優しいんですか。いいよ。これはいいですね。顔面ちゃん勝手にね、僕、あ、いいよいいよ、はい、勝手に僕と結婚するのやめてください、はい、おめでとうございます鮫島さん。あの美女と野獣って、野獣と野獣だよ俺、バカ野郎。はい、失礼します。ね、これクレームですよ、クレーム。これね、800人の前でクレーム。あ、いいパンチしてないじゃん。あ、腰が引けてんだよね。なんか独特ですよね、うん、あの、もっと攻めろ、もっと青山。テルの墓前独特っすね。青山手長いからね、うん、まあいいんだけど、もっと近づいた方がいいと思う。相手が殴りにくくなるから。ですよね。絶対青山フックを対応すればいいと思う。手が長いから反射神経めちゃめちゃいいんですよ。いや、いいよ。サッカーやってただけありますよ、はい、パンチめっちゃ痛いんだよ。あれ、キックが怖い。キック痛いっす、痛いっすよ、本当に。なるほどね。はい、厄介ですね。厄介っす、うん、いいよいいよ。もっと足使え、足。いいっすね、いいっすね、ナイスパンチ。足使え、足よ、おめえ、この野郎。もっとステップすんだよ、おめえ。あんなに出るいいよ、出るいいよ。こうなってんじゃねえ、この野郎、お前。こっちだ、この野郎。TCP が濡れてるよ。おめえ、これ。TCP びちょびちょだよ。もっと足使えっつってんだよ。びちょびちょだよ。野郎。ほんとに。さらぞ、お前。やばいよ、今夜は早く飲むよ。足使えっつってんだよ。いいよ、ですね。もっとよ。生理中の女が。ちょっとあの、はい、クレーム来ますよ、そういうのは。あ、すいません。そういうのはこれはクモンのが強えわ、これは。でもいいんじゃないですか、テル。よくねえ、よくねえ、こんなダメっすか。ダメって、足使ってねえじゃん、はい、全然ね、もっと足でもうステップ取らない。テル、肘や
肘や殺せ殺せ肘や肘殺せはないよね殺せはないってことセコンド柄悪いですからね地下格闘技のね地下格闘技のあれは洗いましたよ本当に殺せはダメや殺せはダメですねスポーツマンシップのかけらもなかったですよ足使えよお前サッカー選手だったのこの後は見たみんな立つ人いいパンチじゃないかお前おいおいそうさですだおいつマンチ足使えっつってんだお前でもこれ足使う練習じゃないですよ違うの違うんですえ違うのダメだぞそんな雲に勝てんのかお前それでお前2分でピカってたらお前勝てねえぞあいつ3ラウンドできんだ2ラウンドだってあいつ2ラウンド KO だってもっと選手気持ちよく盛り上げなきゃあかん分かんないもんベンちゃんそんな言われても気持ちよくってどういうことこういうこといや違う乳首いじるとかそういうことじゃないあたまちゃんいらっしゃいたまちゃんトーマンちゃんこいつは可愛いやりまんなんだほんとすごいでしょこんなやりまんなかなかあでも TCP やりまん多いもんなだから初めてだもん何疲れてんだ下手ってんだもん2分ぐらいには俺全然息上がんなかったじゃん痩せ我慢って言葉知ってるねえ痩せ我慢しなきゃダメだよねえてるくん分かってないじゃんあえてそこにつけ込むこんな言われんの痩せ我慢こんな言われんのうるさいじゃねえよ俺解説何こんな言われんのここって当たり前だ俺を解説呼んだってことはこういうことだ横浜だから聞きますそれ喜んではいどうでしょうあまずピンク色のグローブってのがね気になりましたもんこれねこれひどんなと間違えましたもんさっき僕ザあれひどんなかなザワンツーワンが出てない。ストレートをかわして、はい、いきます。意外。これワドが悪い。これは。ーこれはもう三つの相手が相方が悪い。今からがいいパンチ持ってるんですよね。彼はね。ああ、達人も。が狂気ではないですけど、彼はね、なかなかいいセンスしてますね。こんなので一番なんじゃないですかね。あ、いいでしょ、奥の鏡。ここいいよね。横浜。ワンツー。俺の地元。ワンツー。ほらね、ああやって使っちゃうんで、ああいうのになれるんですよ。あ、いいね、いいね。ワンナイスパンチ。ワンツー。もっと踏み込め。拳を。サン。ワンツーフック。そんな向かい来ねえぞ。さあ、いいよ、いいよ、今なんて。ワンツーフック。もっとしゃがむしゃがむ最後しゃがむワンツーフックあ、ごめんなさいねいいよいいよもっと腰入れて腰ワンツーもっと腰落とせワンツーフックワンツーフックガードガードワンツーフックガード忘れんなそうそうそうガード忘れんな絶対ガード忘れんなじゃあどっちかが攻撃するんでワンツーで、うん、ガードガードガード顔ガードが降りてるああ、いいんじゃないか、俺。口だけうるさい。やってやるよ、うるせえな、回るてめえ、この野郎。お前、その代わり、チャンピンボコボコにされても知らないよ。俺が封印解いちゃうってことだよ。悪いけど、何時まで、なんか9時半ぐらいまでやるんじゃないですか、これ。誰やろうか。はい。誰と誰や。どう息上がってる上がってるから休んだ方がいいよ。絶対。じゃあ、休ませます。どうする休憩入れるいや、大丈夫。大丈夫。お前、やる行こうか。やるじゃあ、やる青山、お前来いよ。その代わりお前負けたら TCP 全部俺もらうえグループあ、いや、休み。あ、OK です。ありがとうございます。だから、4人は必要なんでね。ちょっとどうなしてくれ。いや、4人でやりたかった。絶対4人なんですよ。2人がリング上がって1人返すって。絶対だって1人じゃなくて、ペアで休憩しないと。これ、ちょっとあれですね。人数、もう1人リザーバー呼べばよかった。すいません、なんか。鮫島さんがスタミナがすごいあります。すごいあります。もう、全然息切れない、鮫島さん。はい、お願いします。当てないで、こう、避けたり、当て、マスっていうのは当てないですね。ボディは当てていいです。当たっていいんじゃないですか、グローブは触っていいんですよ。顔とかはダメ。で、ボディは OK です。ボディ OK です。蹴りはダメ、ボクシング。ボクシングルール。蹴りはダメです。ボクシングルールです。蹴りあるのボクシングルールです。あ、いいっすよ、いいっすよ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。サメ島さん、センスありそうだな。いや、でも、ね、いい。あ、いい。落ち着いて距離取って、一旦距離取って、ゆっくりゆっくり。顔立てんじゃん。いやいや、しょうがないです。こいつ顔立てんじゃん。
顔は気をつけてください。マスピースつけてないんで距離大きめで やるといいっすよ。いいっすね。そう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 、やりづらいんだ。青山手長い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 。鮫島さん、フットワーク、フットワーク、左に回りましょう。はい、ブレイク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 。あ、ダメ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 、顔入れたらダメダメダメ。めっちゃ待ってる。テル当てていくな。はい、行きますよ。ゆっくりゆっくりペース確認する。アップって感じで、触る感じで入れてますね。怪我ないようにお願いしますね。はい、ナイスボディナイスボディ。ガードガードいいっすよ、鮫島さん。ガードいいっすよ。顔はね、ガードを上げてください。ガード、そうです、いいですよいいですよ。残り30秒、残り30秒、残り30秒、手足が長 い、ね、距離感が全然違う、はい、でも鮫島さん意外といい。サメさんはあ、いい、て気が強え。行く行く、インファイターっすね。鮫島さんインファイターだな。そうそう、鮫島さんガード上げて、ガード、鮫島さん、はい、残り10秒、残り10秒。あー、いいよいいよ、ボディいいよ、ボディナイスボディナイスボディ。鮫島さんラストラストラスト、ワンラッシュワンラッシュ。腹筋一つ切れてる。切れてない。すごい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 。すごい。じゃあ達彦と俺、次は達彦と俺でマスマスですよ。当てないやつですよ皆さん。めっちゃ当たってんだけど俺。いや、鮫島さんいいっすよ。鮫島さんめちゃめちゃいいっすよ。サイファーだし、なんかインファイターなんか受ける。全然痛くないお前のパンチ。あんなもんなの青山さん。変わりでしょ。変わりっていうかボコボコにやられてんだ俺。顔悪いでしょ。顔やられまず10発ぐらい当たったよ俺。でも痛くなかった。いや強がりじゃないよ。顔悪いでしょ。ちょっと息が切れるぐらい。リードしてもらえると嬉しいです。じゃあ鮫島さん、ゴングお願いします。はい、15秒前です。まだまだあれね。はい、おめえのパンチ弱だな。全然痛くない。4、3、2、1。余裕。いや結構本気出したよ。重いことは重いけど痛くはない。まあ服があるのかな。服あ、これうまいな。ああ、いいね。ああいうことね。そういうこと。お前違うじゃん。顔やってんじゃん。いやだって顔こうやってやられたら顔なんか俺の殴りゃいいや。え、お腹殴る。お腹こう簡単にこうなっとんのにずっとこうやってやってるやつおらんやん。お前前からしか来ないから。前に力入れれば全然痛くないもん。うん、うん、もうな、多分あの力はあるんだよ、うん、あるけど立つ以降は強いと思う。だから全然すげえもん。なんで息切れてるの。全然疲れない。打ってこないのもあって。打ってこないんやもんじゃないじゃん。打ってない。お前は打たせようとしないの明らか。俺は打たせようとしてたって。おい、こいこいこいって。え、いやいや、打ってもいい。この打たせやんように。逆にお前顔狙うじゃん。だって顔が泣きないもん。顔はダメだって言ったじゃん。顔が泣きない。ダメだからダメだって言ったじゃん。顔やん、そんな。でも大したことないよ。全然違う。じゃあ次顔何にしてさ。顔なしにしよう、だからそこは。なんか顔なんかつけたらいいやん、それって。いや、ないでしょ。あるんじゃん、もっとも。なんで、だからさ、それつけたら顔あるにすんの。いいよ、顔なりしょに、うん、うん、でもさ、お前絶対腕長いじゃん。え、腕、ほら、見て明らかさ、お前こうやって出されたら、まあもちろんやり方はわかるよ、それは一つの技なんだけど、うん、でも殴れないね、ああやって拳出されると。どう攻めていいかわかんない、うん、多分俺、もっと腰つかない。いや、いいよ、じゃあ顔ありでいいよ、全然痛くない、うん。顔じゃあ、あれにしようか。お前もいいんだな。いいよ、いいよ。よしよしよし、決めた。いいっすね。ワードうまいね。センスあるよね。全然見てなかったよ。ね、青山のパンチは重いけど、痛くはない。全然。耐えられる、何発でも。そんな息上がんないでしょ。だから。嘘だ。上がる？いや、上がる。でも、サメさんは何もやってないわけですよね。全然上がんない。サメさんは多少は上がるよ。多少は息。別にそんなハーハー言うほどではない。だから俺27階とか階段に登ってたからね。10キロ担いで。あー、すげえ。おい、行くぞ。あ、グローブ貸して。
俺くっさいからさ、そんな上がんない、嘘だよね、これ本気で、本気でじゃ俺全然上がんない、でも俺次は本気で動くわ、はい、足は息上がる、足もやったら分かりますよ、俺足なし、なんで足上がると俺何もできないな、俺キックルールやからさ、今キックルールやからさ、え、キックルールやからさ、キックルールだからさって俺ルール何も知らないなんでお前のルールで合わせんだよ、俺のルールで合わせてくれよ、キックルールで参加するから、キックルールはダメ、なんで蹴りはダメっつってんでしょ次全然ガチスパー、いや今日 マススパーなんです、まずこれはマススパーです、マススパーです、もうお前ガーでしょ、マススパーですね、今日マススパーです、やってる意味ないわ、やってる意味ないわ、常にこうやられたら、こうやって来られたらどうするの、来てみる、違う違う、こうやって来られたらここ殴るしかないんだ、俺の顔右手 でそんなのないで、お前倒されんのだってそれもね、だってこうやって来られたら、しゃがめばいいから、しゃがめば入れる。だからこうやって当てれば、こうやってこういうふうに構えてる。まあダメだよ、そんなんやから。だからそれたまにやったっていいんやから。そうですね、スタミナつけないとダメですね、ほんとにね。顔ありやろ。え顔ありいいよ。まだ、まだ。始まったの？いや、違う違う、まだ始まったけど、上がる前に始まったから。ビビってんだろ。俺全然息上がんないよ。息上がらん方が勝ちじゃないから、いや、息なんか上がらないこの本気が、いや今日は本気は騙されないからこれ配信者も嘘だから言ってきて、言ったら分かんないとか言って何のわけないよ、平常心てか、鮫島さん意外とセンスあるな、俺ね、でもね、悲しいから若くないんですよ、いや、33喘息だしでも、軽量級だったらいけそうですよね、はい、いけると思う、うん、まあ、何よりも負けず嫌いなの、うん、気持ちすげえ強い、痛くないって絶対言える、いや、鮫島さんありだよね、みんなね、全くのど素人で、残り10秒、いや、これ、あれです、休憩、2分の方のやつ、2分の方、これまた残り1分ありますね、 OK です、残り1分後にスタートします、1分後です、1分後ね、はい、何あんな強いの、どうもどうも、お前ら、まだ仕事できねえな、お前ね、鮫島さんいいよね、長っ、お前長っ、多分ドレさんより強いよね、俺見た感じ、ね、ドレさんより、いや、いやドレさんより強いっすよ、僕何回も見てるんで、絶対、ね、ドレさんが見てますよ、絶対、いや、見てないでしょ、見てないで、いや、ガンで死んだ、ガンで死んだ、もう死んだんだよ、もう死ぬんだ、もうすぐ死ぬから、ドレさん、嫁あと3日とかじゃない、結構深刻やった、深刻なんだよね、まあ、声がもう出なかったですけど、放送してるとき、うん、今、今日、青山、ぶっ倒れますよ、俺のパン、俺、負けすぎないあと13秒、はい、残り13秒、こっちの方がいいか、ここの、はい、準備してください、5、4、3、2、1、スタート、うん、どうですかね。おお、ま、でも前に入るタイプなんだ、ま、じゃなか軽くね、軽くマス顔面は当てない、ボディは OK、 顔面を触る感じでいやいや、ダメダメダメ、ストップ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 、顔面はダメ、顔面ダメダメ、熱くなんないで、熱くなんないで、練習だから、練習だから、はい、再開、どうぞ、やめるか、やめようやめる、お前チーズで口チーズだよ、なあ、フィッシュある、誰か、なんか頭突きが当たったよ、頭突きが当たったよ、それしょうがないよ、大丈夫、俺は全然平気、一回止めますか、じゃあ僕でやりますよ、いいよいいよいいよ、大丈夫、大丈夫って言ったら、大丈夫ですか、俺は全然頭突き、大丈夫、頭突きが当たった、出てますよ、出てますよ、俺は血出てるか、そうですねバッティングは危ないね、じゃあ僕代わりは振ってるよ、バッティングしょうがないよ、しょうがない、困るよね、あんまり痛くねえな、色の裏に話そう、いえ白ボースなんでしょ、サシャリだよ、いいパンチしてるよ、残りだいぶ、だいぶ切れてる、だいぶ切れてるよ、しょうがないじゃん、だって俺は、俺がだって入り込むしかないんだから、しょうがないじゃん、ゆっくりやるじゃん、ゆっくりこう、かわす、こうかわす、そうそう、そうそうそう、詰めないよ、あ、ごめんごめん、
残り10秒です。何やるの何やるの何やるのこれめちゃめちゃ縮めてきたやんけ。めっちゃ縮めるからてか息上がんないっすね。息上がんない。どこ考えたらいいの。大丈夫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 ごめんね。大丈夫メガネかけてねえから。もう一回マス回す。あ、ね、青山手とめっちゃ血出てんねんけど。頭はダメだよ。なんでグラッとした脳グラッとした手で立つ人とやる。だ俺お前後ろから殴ったもん。やめとく今ここ痛いんだよ、うん、すごい、ね、唇が切れた。唇のここあーごめん。でもそれしょうがないね格闘技なんだから。じゃあ舐めてあげる。チア NG よ。え？でもそんなんしょうがないじゃんね。俺悪い。俺後ろから頭殴られたんだよ。俺あっち行った時さ。お前コツやったもん。バックリ言っとんねバックリ。だしょうがないじゃんねそれ。おう。大丈夫じゃない多分。俺も多分口切れてるよ。めっちゃ血の味するもん。ただ口の中見せらんないから悲惨なことになってる。さあいい運動すごい。うわ何それちょ見せらんないけど血がすごい血がダボダボ。そんなわけないでしょ。誰かお医者様いませんかこの中に。やばいってちょやばいやばいやばい。いや弱いな血が出たぐらいで。そもそも反則やから。違う反則じゃないじゃん。頭突き俺ね頭突きしてないよ俺。頭突きやしてないよね。あんなで頭突きはしてないよね俺明らか。当たったの口あの当たったのはそれはバッティングでしょ。頭突きは反則って言うから俺頭突きしてないよね。こうやってやった危ねえ。俺中入り込もうとしたらさ当たっちゃっただけじゃん。してないよね頭突きね。バッティングは反則じゃねえよなもう。俺頭突きはしてねえから。うん。うん。だって そんなしょうがないじゃん。あ、あ、解放。いや、ほら、いい女だよな。あ、だって。解放はいい女だ。ああ、あ、いいとこ。そう。ルール知らないのにってか、だって俺なんかしたねえ。防戦一方だったんだよ。ねえ。俺悪い今。うん。バッティングは反則で。バッティングもクソもないって勝手にぶつかってきたんでしょこっちが、うん、で顔にガチに入れてきたのお前だよ。そんで俺はガード一方だったじゃんね。ガードそう青山後ろから俺をぶん殴ったのあれ反則だよ。むしろ明らか俺だって向こうに飛ばされた時に思いっきり後ろからどつかれてワードが爪に入ったのね。はい、な俺だって明らか防戦一方だったのになんでお前がさ俺が反則だって言われなきゃいけないの。うるさくねえじゃん。うん。か、その顔狙われてて、俺はガードして。じゃあ、一旦、選手と MC ありがとうございます。タバコ休憩引きましょう。あ、俺タバコいい。いや、それね、だるけんだよ。だるけます。はい。だいぶ休みや。はい。そんなの。なんか、いや、わかる。ばっくり言ってるのはわかるけど、俺、明らか防戦一方だったのに反則だよって言われたら、違うでしょ。どう考えた穴が開いとる。結構だ俺さやってる時になんか前歯が赤くなってんの。俺目悪いんだけどなんでこいつ前歯赤いのと思ってざっくり言った、うんうん、俺も言ってるからねここ言えねえかほら見てほら開いてないっす。開いてんの開いてないっす。なんで俺はこれなの。ね、こうわ汚ねえこいつら先輩開いてないっす。いやめっちゃ血の味すんだけど俺気のせいです。あんだけ顔もらってんの気のせいです。俺切れない完全な気のせいです。気のせいです。うわ、おかしいわ。俺完全に防戦一方だったの。じゃあ一旦休憩で10分から休憩します。青山弱いな。あのね、青山のパンチじゃね、ダウンは取れない。痛いけど我慢できる。ソリッドパンチなんですよね。あのね、あの決定打にかける。俺多分あと2発3発もらっても耐えられる多分。だからその前に多分青山がバテるもん絶対。だから2、3発打てない。だから実際問題打たせるだけ打たして
タミナ切れたところ狙うのが多分クモリの勝ち筋だと思うよ俺。お前ダメなんだよ、手数が多いんだよ全然。なんやねんこれ。だってそうじゃん実際、俺息も切れなかったし。なんやねん実際も。便所来てくれ便所。便所は何で、便所は何全てなの、ね、素人の目から見て。うん、なんやねんこれ。いや暑いんだ今、血なんか出てぐらいで何大げさなこと言ってんだよ、うん、手加減してるの気づけよ。お前パンチもらってねえだろ。結構こいつ本気で殴ってるけど、まあ痛いぐらいだよ。でも耐えられるなと思った俺。5発ぐらいもらったからね。で最後後頭部思いっきり殴られたからね。あれはダメだよあっちゃ、うん、うん、じゃあしっかり試合してみよう。だから試合してみてよっていうか、青山が今血が出たとか言って止まったんでしょ、うん、俺だって何もなかったよ。多少ダメージは負ったけど、あ多分こいつスタミナなくなるからそっから攻められるなと思ったもん、ね、に、まあ3分でしょ、多分3分でしょ捨て頃。3分 ?2 分2分なの、うん、2分だったら多分1分半ぐらいでお前スタミナ切れるの、あの動きじゃ絶対切れるよあんな動きじゃどう見ててどう思いました俺全然息上がってないでしょね。待って、ルールがまず違うから今のこの。だからルールが違うって何、どういうこと。まあ蹴りはなかったよね、うん、でも同じだよ。蹴りやったらもっとスタミナ使うんだよ。お前スタミナなさすぎだ。俺が息切れてないのになんでこいつが息切れてんの。撃ってきてないやん。撃ってきてないやんじゃない、防衛、防戦してんの俺。分かる意味分かる。スタミナ切れてから狙ってもんの。鼻から2分で1ラウンドしかやらんから飛ばせっとんの。いや分かる。でもだからどうすんの、だからそれが相手の戦略だったらどうする。何が、まあ、じゃあ分かったね、3ラウンドありますと、うん、でじゃあその、 あのペース配分できる、できないでしょ多分。やっちゃうよ青山は、やっちゃうよ間違いなく。でそんで自分はバテて、うん、でやられる一方になるんだよ青山は。雲にも3回、3分3ラウンドやかな。そうだね、捨て頃はね、ワンドね。こ今回は違うの。じゃ違うって、2分2ラウンドやから。2分2ラウンドなんだ、4分ってこと、うん、持たないよ、こんなんじゃスタミナ、うん、いや勝負つけろやっていうか、だって俺別に やめますなんて一言にも言った、俺言ってねえじゃん。俺全然できたよ、あの後、ガチでやれっていうか、だからガチでやるも何もガチでやったんだよねさっきね。違うの青山、言い訳すんなよそこは。だ自分が血出したんだよ。なんで自分が血出したんだよ。血出させたんや。何血出させたってどういうこと。あんだけ顔ボコボコに殴られてさ、うん、違うじゃん。俺別に防戦してたら自分が突っ込んできたんじゃん。それ俺どう見てた。俺攻めた、攻めてないよね、うん、俺守ってたよねずっと、うん、のりこ見てた、明らか俺やったあれね。いやよく喋るんだよ、自爆だよね。自分で突っ込んできたんだよね。手加減してるやんとか、手加減がなってないんだよ。手加減してないんだよ。でそれで俺にスタミナ全然俺減ってないし、スタミナで息が上がること自体おかしいもん。だってたった2分で息上がっちゃうんだよ。3ラウンドとかできますそれ。いや俺強くはないんだけど、そんな、うん、じゃあもう一回やろうか。じゃあもう一回やろうかって何、どういうこと。もう一回、もう一回やればいいんちゃう。じゃあもう一回やってもいいんだけど、うん、自分が突っ込んできたんだよさっき。突っ込んでないやん、距離 取ったから。距離取ってねえじゃん、うん、明らか自分が突っ込んできた。じゃあなんで俺の顔殴ってんの。一回入ってきたから、うん、入ってきたからってガードがなってないんじゃないのそれは。俺別に頭突きしたくてしてるわけじゃないじゃん俺別に。じゃあ俺のおでこに毛がある。え、どっかに。知らん、自分が突っ込んできて自爆しただけじゃんね。やればいいやん、一回やればいいやんってか、別にやったっていいけど、うん、顔ありなの今度。どっちでもいいよ。どっちでもいいよじゃない、自分が言ったんじゃん。じゃあ顔ありでいいやん、うん、でそんでさっき自分でやめたんだよね。やめたで確認したんやん。俺が血出てるよ。当てたから。何を。お前後頭部殴ってんだよ俺の。当たったから。じゃあさ、皆さん見てましたよね、俺後頭部殴られたよね向こう行った時思いっきり殴られたよね俺。その瞬間グラッてしたもん。もうなんか後頭部殴ったらええやんもんか。ほらじゃあ後頭部殴って、じゃあ違う違う違う、座れやん。後頭部殴ってからスタートしたほうやったら違う。そういうことじゃなくて、後頭部殴るのは反則ですよね。明らか後頭部2回ぐらい殴ってからスタートしていいよ。ほら何何何、意味が分かんない。それスポーツじゃねえじゃん。そんなハンデが欲しいわけじゃないじゃん。なんで怒ってんのっていうか、怒るとこじゃないじゃん。
別に俺は事実を言ってる。怒ってないで、うん、だから怒る人間ここで言うぐらいだったらさ、こっちでやろうって。だからもう帰ってきたからいいじゃん、別に今やる理由ないでしょ。何かあったらどうするだから和道たち帰ってきたからいいじゃん。でやで、何なの、うん、いややってもいい俺全然。ただ自分がば、ね、自爆した俺の頭後頭部殴ったのに、あ、なんか血が出てるとか言い出したんじゃん、うん、俺は気づいたよ、歯がかくなってたもん、うん、いや問題児がうるせえお前後頭部反則だよね高橋な。高橋は俺の奴隷だぞ、うん、俺の兵士だよ。やってもいいよ全然俺は。だって息上がんなかったもん一切。逆に俺はだからさっきもやった時、あのボディだけの時も全然息切れなかった、痛くもなかった、まあ多少痛いぐらいか。あ、でもこれじゃダウンはしないなって。だってそんな当たんないからね、バカスか。絶対クモン流は攻めてくるからってことは多分クモン流が勝つと思う、うん、じゃあやろ、だやろ。待てって友達、和道たちが来るの。誰やね、和道が企画だろ、主催者だろ。何これでムカついてたらどうしようもないじゃん。いやムカつくからやろうね、こうなったら。だからやろうよ、やるのはいいよ。顔ありなし、なしにしよう。そしたらなんでなしの方がいいじゃん。なんでなの、また血が出たとか言うじゃん。じゃあ何、殴ってさ血が出たらそれ俺のが反則になるの、ね、血が出たから終わったんちゃう。俺のパンチが当たったんじゃないの多分顔に。違う、知らねえ俺は。血が出たからやめたわけじゃないから今の。なんでやめたのじゃん。いや当てたから、当ててもう顔がもうなってないよ別に全然。俺全然こうやってたやめるかって聞いたよ。出た、きったねえこいつ、人のせいにすんだよ。やめたるか。じゃあこれ録画してくださいね。いや違う、俺大丈夫だよ聞いてくださいね。俺大丈夫だよっつったじゃんね。そこの、まあ、論点が意味がわからんの、お前の。何が論点がわかんないって。おめえがなんかやめたんだよ途中で。うん、キッシュないとか言い出したの誰だっけ。ねえ録画してるよね、当たり前だけど。いやもう一回やってもいいよ全然俺は。もう一回やればいいやん。俺はそんな力ないで。やってもいいって言うとんねやろ。何がやってもいいと思うやろ。全然いいよ。じゃあやればいいやん、顔なしに。だ要はだから、じゃあそうやってさ、だ俺顔もらったって。あ、もらってるよ、もらってるけど全然平気なもん正直。分かったわ、平気やったんやな。だやっぱ前から来たら無理だけどね、うん、横とかなら全然なんてことないや、うん、じゃあ平気やったらいいやん別に。だいいよっつってんじゃん俺は。顔ありってじゃあ、だからじゃあ顔ありなの、なしな。俺やったことないんだよ、ボクシング経験ないんだよ。その人間に顔ありってやっていいのね、うん、じゃあ立つな、もうそこに。何、じゃあいいじゃん、立たなくていいじゃん。もういいや、だから自分がやめたんだろ結果。何やねん、何なんこいつ。どっちだな、結局その話。じゃあじゃあじゃあ、だから結局何なん、なんでやめたのじゃあさっき。だから当たってしもうたから。あた何回も当たってたけど俺大丈夫だって。倒れてねえじゃん。よかった、じゃあ俺も血出た、痛かった、うん、な、うん、痛かった、俺も痛かった。無気になりました、無気になって、うん、な殴りました、うん、やばいなと思ったから止めました。何がやばいなの、俺大丈夫だよ、うん、じゃん全然。なんでお前が無気になって。それは自分の判断で終わった。お前がやばかったんだろ要は。違うから、俺やばくない、俺が無気になってしまったから、うん、あ、冷静になるだめ、冷静になりたかったから、うんうん、だから一回終わったの。じゃあなんでそれ言わない。聞いたやん俺、聞いてから言ったやん。何を、え、もうやめとこかって。俺大丈夫やめとこかって言ったよ。じゃあやめとこって言ったよ。じゃあ俺大丈夫だよって言ったよ。やめとこかって言ったら録画残ってるから。いや大丈夫だよって俺言ったよ。残ってるから。普通に大丈夫だよ、うん、だからこいつ切れてる。それ自分が血出してさやめてんのに俺のせいにしてんの明らか。じゃあそろそろじゃあスパーリングに。卑怯だよな、やめましょうよ。だって俺のせいにしたんだよサメね、お前がパンチもらいすぎてやばいと思ったからやめたって言った。あの僕のせいです、僕が悪かったです。マウスピースとか、いや違う違う違う、そうじゃなくていいんだよそれは。えそれはいいんだよ、俺がいきなり上がったっていうのは俺のミスだし、でも俺は別にダメージ受けてない。まあ確かに確かに、勝手にね、サメ島やばいと思ったから俺やめたとか言い出すの、はい、保険かけすぎだよ。いやあの俺だって息も切れなかったし、はい、まあ痛かったけども、はい、痛いっすね、あと何発か耐えられるような自信があったから、はい、じゃあやのりじゃあもう一回やればええやん。何なの、耐えれんねん、耐えれんねん。お前やるなとかやめなとか何なの。だって自分の言ったやん、俺はやってもいいよって言ったら、だったらやるな、やるなってお前言うやん。だからだからさ、どっちなんですか、何なんこいつ、さっきから。だから俺は別にどっちでもいいよって。一つ絞って、俺はやる。じゃあちょっと待ってもらっていいですか、ちょっと、あの俺はいいよっつってんの、まあ、何の、まあ、2人の言い分をやっぱり聞かないと。やっぱり僕が悪かったんですよ本当に。いやいやいや、悪は悪くないんだよ。いやいや、で口切ったのって自分のせいなの。はい、うん、はいはい、俺は別にね、あの、はい、頭突きしてもないし、はい、むしろやられてた側だから、はい、守ってましたよ、防戦一方で。防戦一方で、だってこいつスタミナ切れるからね。それ待ってたわけですよ、はい、それじゃあなんか勝手に口から血出して、俺まあ目悪いけど見えたの、赤くなってんなと思って、
なんで赤くなってんだろうなと思ったら、おでこが当たっちゃったんでしょ、うん、当たってねえってだからいやだってパンチ当たってないもんだって、はい、じゃあどうやってなんの、じゃあなんで口切れんの、じゃあなんで切れんの、じゃあなんで口切れんの、知らねえよ俺、防御防戦だったのずっと、攻めた俺ボディしか攻めてねえじゃん、あの、そうそうそう、だからもう本当にでね、それで後頭部俺殴られてんだよ、こういうあ、そうっすね、はい、明らかな反則自分じゃん、そしたら鮫島反則だとか言い出して汚ねえなと思ってテル、タバコ吸ってきない一回、テル、タバコ、休憩行かないと、え、大丈夫、誰が、俺が1ってこと、そうそう、死ぬに決まってんじゃん、はい、そ、一旦さ、タバコ吸ってきないよ、テル、え、やりたいんだけど、いや、どっちなんだよ、やるなとかやるとか、どっちなの、俺はどっちでもいいんだよ、で、どっちでもいいよって言ってんじゃん、俺どっちでもいいくせに、じゃあなんでさっきそんなこと言った、何、どんなこと、俺はボクシング経験ないのに、だから、代わりにしようやって言うから、うん、だったらボクシング経験ない俺に代わりに、お前はあんだろ、経験、その時点であるほどないからそんなに、でも俺はゼロなの、俺はゼロなの、去年も出てないの、うん、じゃあ何、防御はできるよ、でも攻撃にはできるわけないじゃん、あんな こんな出されてさ、どう攻めていいかなんか分かんねえもん、うん、じゃあ俺は全然いいよっつってんじゃん、やってもいいよ、じゃあやろうね、やる、いいよ、やります、いいよ、やったらいいやん、やろうね、なんで血出したとかになえることばっかり、いやでもさ、ほら、あれ、あのマウスピースないよ、鮫島さん、何が悪くないの、2つ、俺1つだから顔なしにしようっつってんの、そう、じゃあボディ対決はどうすか、それが嫌なんだよ、こいつは嫌だ、意味が分かる、ボディ対決って何、ボディ顔なし、じゃんけんでやってえ、何、一発ずつ、腹パン一発ずつ、男だって、ああ、そういうこと、それ全然いいよ、どうすか、分かった、リスナーさんどうした？あの怪我はこれ以上出したくないんで、怪我してない、あのすいません、ちょっとテル切れちゃったんで唇、ボディ対決で賛成、何俺が悪いの？いや違う、だからやっぱりマウスピースとかやっぱり準備が必要なんで、だってワド顔なしって言ってたけど、そう顔あるよ、でも当たっちゃうんですよやっぱ、いや当たって多少当たるのはしょうがない、こいつバンバン投げてるからね、いやそうですね、そうですね、はい。まあ、お互いに俺はもう全然ダメージ大したことないから、いや別に大丈夫だよ、全然それは、とボディ対決っていうことで、あのじゃんけんで一発ずつ、素ではダメです、それもう格闘技じゃないんで、メガネ外したら見えない、じゃあ、グローブをつけましょう、じゃあ鮫島さんこれ でやられる自信、やられない気がするの、はい、じゃあこれやれる気がしやわ、俺やる気ない、じゃあ普通にやる、顔なし、やれる気がしや、どういうこと、ボディじゃ俺多分無理やと思う、何どういうこと、倒せないと、倒せない、あ、そんなの、要は普通のルールじゃないと、じゃあ分かりました、こうしませんか、今日はマウスピースとかやっぱないじゃないですか、だから顔はなしにしよう、はい、なので次回本ちゃんの俺僕が用意しますんで、俺何やらなきゃいけない、1ラウンドだけ、次回これは本当に、あの本当に僕が事故未然に防げなかった僕のせいなんで、いいよじゃあそれはそう、次回準備ができない、ちょっと本ちゃん1ラウンド、それはボクシングルール、あ、いいよ、どうすか、じゃあいい、もういいや、何なの、どっちなの、じゃあいいや、やろうぜ、ね、今とりあえず顔なし、お前何なんだ、俺にさ、さんざんさ、じゃあ、分かった、じゃあいいよ、今日はじゃあこうな、うん、この3人のやつやから、うん、分かるよ、 MC はここで、分かる、じゃあ分かった、じゃあ来月やろうぜ、ここと近い、じゃあ今日やらんとくわ、分かった、じゃあ来月ガチで、来月で、来月ももちろんやめとくわ、いや俺お前倒せるの、1ヶ月よかった、倒せてもいいけど、分かった、やらへん、なんなのそのやるだけ、俺の負けでいいから、もう何俺の負けで、俺の負けでいいから、だって負けもクソもないじゃん、分かった、何結局やるのかやらねえのか、やりません、負けました、何負けました、何負けました、口パックやられて負けました、それでいいから、それは事故でしょ、もうそれでいいから、別に、うん、わけわかんねえ、分かった、よく考えたら、もうやめたところで大丈夫、え、何なんだ、まだやれる、どう、うん、いや口で勝利じゃないじゃん、だってダメージ受けてねえもん、ね、うん、顔は痛かったよ、でも痛かったぐらいなんだ、別に倒れる気はしなかった、あれ9時からだっけ、ポチデムこれもう処理だねえから、次こそスパー、はい、ポチデムさんってあの人とやるのか、そうです、あー頑張って、テル俺こう先やる、初彦と先やる、どっち、何これ、あれ俺もどっちでもいい、わけわかんねえな、先やる、ポチエム戦が、あと30分後か、ごめんね、なんか場の空気に出して、すいません、ごめんなさい、僕が、いやいや、僕がね、確かに、でも、事実を言っただけなんですけどね、じゃあ、そもそも、じゃあ、いや、わ、別に青山と喧嘩したわけじゃないんで、そもそも、若かるで、何
何を突っ込んだらいいかわかんな。いやもうわけわかんない。俺もそうなるけど、あんまりこう俺らもさ、うん、そう言われるとさ、うん、でも何しに来たんやって思うから俺。などういうこと？あんまりこう何こうちゃちゃ入れられると。じゃあ何？俺呼ばなきゃいいじゃん。ボクシング。じゃあ別の人呼べばいいじゃん。俺じゃ俺が呼んだっけ？じゃあ俺の味があるじゃん。それ俺が呼んだんじゃないんだったら、ちゃちゃいやだだったら次回来ねえ俺別に。だって僕なんだええ分からへんよ。じゃあそれはだから嫌なんでしょ？嫌なんでしょ？俺は嫌。じゃあ嫌だったら来ねえよもう、うん。そしたら別に。ああだこうだ言われながら。ああだこうだ言われながら。じゃあ何をすればいいの俺が？俺未経験なんだよ。何も知らない人間が解説してくださいって未当日すら分かんなかった人間が何をできんの？そんなの。ほんな俺に言われても困るの。そんなの。まあ、すげえ腫れてるけど。唇。でも格闘技ってこういうもんだし、そんな俺に言われても困るじゃん、うん、ね、だから要はそういうことなのよ、要は多分あのね、俺青山嫌いなわけじゃないんだよ、ごめんね、トゲがあったら俺も、おったら多分言ってまうもん、だから言っちゃうのはしょうがない、別にもう盛り上げようと思ってるから、配信外でやるんだったら何も言わないよ、だから配信で何か盛り上げるためだったら俺言っちゃうの。で、あのね、とりあえず青山が、まあ、切れたのも分かる、俺あのお前の目つきで、うん、でも切れられても困るんだよ、俺に事実を言ってるだけだし、うん、恨みはないんだよ、そこに別に、うん、ルール覚えてから言おうとかじゃなくて、まあね、いや、ゲームやって、やりたいよ、でも別にそんなパンチも重くなかったしね。サルシマさん、はい、この後ボンゴお願いします。これはい、了解。あと20秒ね。明らか、3人でよかったじゃんじゃないじゃん。やれって言われたの俺じゃん。俺やるって言った一言でも自分から。うん。そんなんカッカしてんじゃねえよ、マジで。逆に。空気悪くするんじゃねえ。5、4、3、2、1。何俺が悪いの？何しにジムにあるんだよって呼ばれたから来たんだよ、うん、いやおかしいでしょ明らか、うん、違うじゃん、だって全然俺息も上がんなかったし事実を言っただけじゃん、もうこんなんじゃ無理でしょって、お素人の俺を倒せないのに無理でしょ、でマジで何バッティングで何俺が反則、俺が悪いの、呼ばれてきただけなんだけど、じゃあ帰ろうか今から、別にそんなに言うんだったら俺別にいいよ帰っても、横浜30分で帰れんだから別に、そんなの気分悪いよ、顔なしって言って顔バカ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 殴られて痛くはないよ全然、息も上がんなかったよ、大したことねえよ、大丈夫大丈夫、滑るよ気をつけて、まあ、疲れるからね大体何回も、うん、いや俺何もやってないじゃん別に、顔何回も殴られてんだよ俺、うん、俺全然なんともないよ、顔はダメでしょって言ってんのに、あいつ顔何回も殴ってきたからね、1回目でも俺別に何も痛くも痒くもないから全然いいんだけど、うん、卑怯じゃない、すごく、俺何も言ってないよね自分で、弱音っていうか、あの嘘、あの思いっきり殴られたからねさ、ごめんねワード、なんか今自分の話しちゃって、うん、であいつガチで殴ってきてんじゃんね、なおかしいべ青山絶対あいつ、そんでふてくされてさ、お前が弱いかったろ、頭突きしてねえっつってんのだから俺は、うん、俺頭突きしてないよ一回も、てか防戦一方だったんだからね、さっきの見ればわかるけど、うんうん、俺もガチでやるやつか、ガチになる必要ないもん、だって大したことないから正直、うん、いや息上がらないからそれを言っただけで指摘しただけでしょ、うん、加減してくれたよ、あいつへいへい言ってんじゃん、ハーハー言ってる人間が加減してんの、うん、別に加減しなくてもいいんだけど大したことねえから、うん、何ふてくされてんのあいつ、唇切れたのに自分のせいでしょ、何格闘技してたら唇切れることなんか普通でしょ、うん、これだよね、そうです、それでそんで顔面なしって言ったよねワード、あいつ何回も俺の顔殴ってんだよなしの時から、なそのくせに自分が唇切れたらギャー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 言いやがってさ、いや俺帰ってもいいんだけど、いやいやごめんなさい、ほんとに僕のせいなんで、すげえ気分悪いんだよあいつの感じ、はい、何だよ
いやお前が悪いんじゃん。顔なしって言ってる時は顔殴って何回も殴ったよね俺を。分かった、うん、で俺は別に何も言わなかったよね、それみたいに。お前顔殴ってるしって。分かった。何が分かったの。ごめんごめん。何もごめんとかじゃなくて、うん、すげえ気分悪いんだけど。おめえのリスナーにしつけしろよ。帰れって言われてる。俺のリスナー言ってないよ。言ってんだよ。俺のリスナーじゃない。俺見たことねえやつばっかだよ。俺も見たことないわ、うん、いやちげえよ。誰だっけ。ほら早く帰って。こいつお前のリスナーだろこれ。誰やねん知らんわ、うん、別に帰ったっていいんだよ俺別に。横浜で近いし。そうすげえ気分悪いんだけど。お前がさね、リングでやる、まあ、確かにヤジは入れたよ、それは認める。でもそれはなんか喋れよって言うから、うん、言うしかないじゃん。で言ったらね、上がれよってなったから上がったよね。で顔なしって言ってるのお前が何回も顔殴ったよね、うん、今大したことなかったけど。分かった、大したことない。じゃあやろうりんちゃん。どっちなんだよ。じゃあ普通に顔なしでやろう。お前どっちなの。俺靴下履いたんだけど。やろうやろう。いや鮫島さんね、あのね、正直ね、うん、男らしくない。何が。いやもう俺が顔なしでいこう。鮫島さんが悪い。俺がなんで顔なしでいこう、ね、なんでどういうこと。俺が悪いの。えいや何俺が男らしくないのこいつだろ。いや、めめしい、鮫島さん。俺が何俺がわかった。わかったって何。なんで俺がなだめられてんの今。じゃあ、うん、な上がるの上がらんのどっち。上がるって言ってんじゃん、さっきから何回。なんで靴下履いた後に言うの。じゃあ、次も言うな。上がれとか上がるなとかめめしいだとか言われて。もうお前来月来ねえからな。絶対来ねえからな、こんなクソみたいな企画。お前もう絶対来ねえからな、お前は。でただ二度と来ねえから俺が気出したわけじゃねえんだ。てる歯折れちゃうから。いやもう歯ねえよ。顔は絶対ない。顔やめろってお前やめじゃん。顔はやっぱり鮫島さんも出るも歯はね。でテルマンスリーつけよ。ちょっと誰かつけて。ちょっとほんとこいつかくなるしさ、後頭部とかダメって。いやめめめしい今ね。おいつが悪いんですよ。顔なしでしょ。あるだろ今の君ね、ほんとになし。何回もやるけどなし。でもほんと軽めの軽めの男らしい感じでね。ちょっと待ってね、準備するから。準備するから待って。いや達彦、めめしいよ。達彦まだ見上げられない。いやもうだってもう収集つかないもん。こんなの来らんでええよと俺の企画。ちょちょ勘弁してください兄さん。全然こんな気分悪いことない。お兄さんポカにとって。はい、辰彦いこうか。痛くない。辰彦の痛くない。いやどうなの。え、じゃあ一旦整理なんだけどどっちが悪いと思ったの。リスナーさんはどっちが悪いと思ったの。いや俺が悪くない。まあ、いやリスナーさんの意見としてはどっちが悪いの。何も見えない。いやまあしょうがないですよ。何がしょうがないんだよ。なるほどなるほど。どうなった。どうなった。まあ、じゃあ多分俺が悪いんです。もう本当に俺が悪いってことになってますね。俺。あ、そうですね。もう帰る。じゃあ行きますよーいスタート。軽めにね、軽めにね。さあどうなるか。いやそういうことか。まあ序盤はね、立ち上がりどうですか、解説委員の辰彦さん。いややっぱりね、はい、声張り気味でいきますか。そうですね、やっぱりね、はい、あ話し合ってますね、話し合ってますね。さすが配信者ですね。ここでもう試合が始まっているのにミーティング。あ、これ台本ってやつですね。これが、はい、これが台本、はい、始まりましたよ、始まりました。ただちょっとボクシングっぽくなくて、結局腹パン対決、腹パン対決になるっていう、これが見たかったのかなっていう。どうなんですかね。聞いた。さあここで鮫島、あれ、お前本気になってる。ちょっと待って、俺本気になってる。どんどん本気に。はいはいはい。何の感じだ。結局腹パンっていう、このやばい盛り上げ方がえぐいですね。やっぱり鮫島さんはこうジャブが速いタイプ。こうジャブをこう会場を沸かせますね。はい、結構ね、鮫さん懐に入るのがうまいだっけ、はい、あ、ちょっとくの字になった。これはカメラこの辺なんで、この辺でお願いします。カメラこの辺なんで、この辺でお願いします。さあどうなるのか。分かった、これ自分がダイレクト切りたいので分かった。何で止めてるから。残り30秒です。はい、残り30秒。残り30秒。はいはいはい。
普通にやる。何聞いちゃった？何聞いちゃった？ボディ聞いてるよ。ボディは聞いてる。ボディは聞いてるらしいですね。グローブは同じです。16オンス同士なんで、ハンではないです。何何何何何意味はスタミナも何かですか？スタミナないの？残り10秒。残り10秒。結局配信者は資源化になるっていうね。これ鮫島さん優勢ですよ。はい。はい、自分のフィールド。はい。はいはいはい、ストップ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 ストマジ、クモン竜とかいらねえからおめえとやろうぜ、俺。お前なんなんこいつマジでさ、腹の殴り合いしようよとか言って、さっきはさ、なんかそれ、ワド提案したよね。じゃあ腹の殴り合い。ワド、もしもし。顔出し OK でちょっと、ミッド打ち体験したい方いらっしゃいますか？誰か。こいつおかしくないってこと？あ、いや、お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。ビビったのお前だろ、結局。当たり前じゃ腹何回もやられて、お前どんどん強くなってんの。それは見とくたらいいやん。痛いに決まってんだから。当たり何回もやられや。言ったらええやん、それ。お前も言えよ、だとさっきスタミナ切れたの。すいません、こっち、あ、グダグダだったじゃん、お前スタミナ切れて、お前唇切れたとか言って、そのせいにしたんだろ。はい、自分が試合放棄してさ、切れました。だろう、俺もさっき聞いたよ。自己紹介をこう、ファッと言ってください、自由に。もういい、あ、いや、で、お前いいから、ステゴロ2、お前出せよ、お前のことぶん殴りたい、マジで。三ヶ月からランメロンです。さっきやれるチャンスだ。じゃあやれるチャンスじゃない。お前さっきあれ嫌だっつったよね。さっき和道が提案した時。なんかじゃあ殴り合いにしようって言ったら、お前いやいやそんなに失せるわとか言ってやんなかったじゃん。顔の守りだったら。で普通にやろうとか言ったら普通にやんないでなんか殴り合いしようぜとかわけわかんないこと言ったじゃん。自分ルールに従ってんだよこいつ。おい便所と合って俺よ。おい、ま、クモンなんかどうでもいい、こんなやつボッコボコにしてやるよマジで。俺何の経験もないからこいつ生きがっていくけど、3ヶ月あったらお前乗せるよ。分かった分かった、じゃあ乗せてから言えよ。じゃあ乗せてから言えじゃん、乗せるんだって。だから引き合い組まれてねえじゃん。だろ、だ来月マウスピースもリングなんねえからさ、だから来月マウスピース用意して俺ね自分でやる。やらんだろ、じゃあ逃げてんだろ。逃げるわ、それは逃げるわ。なんで逃げるの。でここにあるもんだって、もう今できるやん。マウスピースねえじゃん。ここでもうボディじゃボディは逃げるんですか。ボディは逃げるんだよ。普通にガチの試合でやろうぜ。ガチの試合は逃げます。ボディは先に逃げますか。だから痛い、それは聞くからね。痛かった逃げた。おめえだんだん強くなって弱くやる、ゆるゆるになる。俺が逃げたってお前。じゃあ川行こうよ、川。今から川行こうよ、川。3人で海行きましょうよ、江ノ島。何ビビった。去年仲良くやってるじゃないですか、3人で。おととし海入ったじゃないですか。俺こいつやだ、もうすげえ海入ったね。真冬の海入ったじゃないですか、もう、もう海行きましょう。海だんだん強くなってんじゃん。お前大人げない。大人げない、分かった。大人げない、うん、大人げない。それは聞くに決まってんじゃん。それはそうや、俺たちもさ、分かる。痛いよ、痛いから、次の一発で仕留めたくなってきたから。仕留める必要ないじゃん、だって普通に任務やろうよっていう話で何仕留める話になってんの。それはもうこうなってしまってるから。いや違う違う、普通に冷静にやろうっていう話で上がったじゃん。2回、3回目か。じゃあ次、じゃあもう一回やろうの。もう一回やんの。嫌な、何、どういうこと。今度は何だ、今度は何だ、嫌なんだ。どっち、俺の言ったことない。何だ、ガチでやんの。ガチでやんないんだ。ガチでボディやろう。嫌だっつってんの、それは。だからそれは嫌だ、普通に殴り合いしたいっつってんの。1ヶ月後俺にも時間くれよ、練習する時間。何、素人のして楽しいの。じゃあ俺何の経験もないんだよ。いや2回とか回数じゃん、回数の問題じゃなくて。はい、続いて何、素人のしたいだけですよ。だから違う、ガチでやろうっつってんの1ヶ月後。だからワドがやってくれんだから。はい、あ、解放ね。はい、解放です。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。今日決めようじゃない。俺やったことないの、マウスピースもないの。だから1ヶ月後に作るから、俺絶対約束するから、練習して。だその時本気でやろう、フェイスガードとか買ってちゃんと。お互いにやっぱその怪我はしたくないから。俺は怪我したくないよ。まあでも怪我しないかな、で今日やれようじゃない。マウスピースとかがないからできないっつってんじゃん、それは。
で俺は経験したことないんで、やったことマウスピースがないとかそういうのをつけてくるんやったら、つけてくるんやったら、うん、最初からじゃあ上がってくんなよって。何上がれって言ったの誰だよ。じゃあ最初からそう言えよ、マウスピースがどうのこうの。いやいや顔なしって言ったよね、ワード。まあまあ顔はやめろって言ったら、お前顔何回もなって、俺唇切れてるからね。どこ殴ったんやろ、こんなんったら。ボディに決まってんだろ。どこ殴ったらいいのって、こいつ経験者ずっとこうやってやってる相手にどっちもだからそれを崩すのも勝負だろ、ボクサーの。そら顔なしで顔やられてんだよ、俺ガン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 。だから顔ガンガンやられてんだよ。だからこうやって下の顔殴っていやそう、ほんまの、俺ほんまのボクサーじゃないから当たり前じゃん。俺ボクシング経験ねえから。え、青山が正しいね。俺さ経験ないんだよ、ボクシング一切合さ。その人間に顔なしねって言ってんのにいきなり顔殴ってくるやついる、うん、しつこいじゃねえんだよ、うるせえな、俺あるわ。俺経験ねえのにボディ勝負しようぜとかわけわかんない。1ヶ月後にじゃあなんでボディ勝負でさっき、うん、おめえがなんかいきなりボディ勝負っつったんだろ。じゃあやべやべ普通にななんか緩くやろうって言ったらなんかいきなりおい来い来い来いとか言ったからもう来い来い来いって言った。何それで嫌ってたよ、おめえ逃げたのかとか言い出す、逃げたのかとか言い出す。ほんとずるいよな、きったねえ。じゃあ次じゃあボディ勝負やろ。じゃあやらねえっつってんじゃん、1ヶ月後にガチやろうって言って俺はそれが俺のお願い、お前も逃げてんじゃん、俺のお願いを。なんでお前のお願い聞いて俺のお願い聞いてくれないの。それは自分が唇切って泣いたんじゃん。じゃあ自分もか、血が出たとか言ってさ、うん、俺だってスタミナだってバテてないし、あれできたもん俺全然続行。だからスタミナバテないって言ったやんな、うん、でまあまあ多少は息上がったけどね、まあ多少は。でもまあ全然なんでそんな強がんの。強がってねえじゃん、息上がってた俺。何息上がってた俺、2分ぐらい我慢できる。じゃあ次 どんな感じでいく。何今何次って1ヶ月後でいいじゃん。そしたらなんで今やる必要があるんだよ。1ヶ月後で行くね。今ここにリングがあるからや。じゃあ1ヶ月後もここ取りゃいいじゃん。なんでや。え、俺には準備ここではできやんの。なんでできやんの。だから俺は何の経験もないから。じゃあ鼻から上がるんだよって言う。だからおめえが上がれって言ったんだろって言ってんだよ。もうそもそもお前はだからその時そうやって言ってけば。俺未経験だよって何回も言ってんじゃん俺、うん、その未経験の人間の顔面ぶん殴ったの誰。何回もお前だろな。認めないんだよ素直に絶対。いや煽らないでって言ったんじゃないじゃん。まあ確かに煽ったのは俺が悪いかもしんない言い方は、それはもう申し訳ない。でも配信者としてやるべきことをやっただけ、うん、でそこでお前が頭に来たのかどうか知らないよ、うん、だって煽り体制がないだけだよ、うん、めっちゃ顔やられてたよね。みんな顔なしって言ってるとき顔ボコボコやられてたよね。ねえでも俺何ともなかった。いやなしってワドが言ってんのにお前顔狙ってたんだよ。それ反則じゃねえよそもそも。自分が反則でした。じゃあもうその時点で話終わってるよね。分かった、終わりました。じゃあお前の負けじゃん。分かった、俺の負けでした。それでいいじゃん。はい、解決ね。うん、OK、いいよ。もう9時になるしな。全然言うなよもう。言わない言わない。もう俺が勝ったの言わない。言うことない。まあ、とりあえず9時からでしょ、このポチエムさん。この人がリスナーさんなんだ。経験者っぽい、経験者っぽいよね、こういうの知ってるの。これ、ワドウとやるの。そうです。あ、ワドウとガチで、ガチで。あマジか。これは見物ですよね、本当にね。これが一番の見物なんじゃないですか。ごめんなさい、場の空気乱したのはもう本当僕のミスです、はい。まあ、それはポチエム応援するよね、ポチエム。ポチエムさん絶対勝ってない。ありがとうございます。絶対勝ってない。後輩よ、ね、うるせえなおめえ。俺のせいにしただろ。お前俺のせいにしたぞ。なんで泣きそうなんすか。泣きそうなんですよ。ちょっとなんで涙目なの。こいつずるいでしょ。こうやって方向持ってくの。そうやって泣きそうじゃないからね俺一切ね。泣きそうになってないの。多分お前に殴られて目がおかしくなってんじゃん多分。泣きそうになんかなってない。泣くことなんか何もない。泣きそうになるのやめてくださいお前。そういう話じゃないです。マジで本気するよ。本気はダメだ、マジで。俺マジで本当切れそうだね。わ、まあ、かってますよ。キム悪いんだよ。わかります、わかります、ね、わかります。まあでも俺が勝ったからいいや。そうだね。まあお前次それ言ったら本当にしばっかマジで。俺2対1になるよね場合によって。俺素手だからね。
グローブしないよ。だって言葉には気をつけろ。 BB 弾持ってきますよ。あ、車にあるよ。なんであれ靴下片方に勘弁してほしいの俺だよ。おい、誰だよ靴下隠したの。あった。なんで呼んだんだって。俺なんで呼ばれたんだよ。もう絶対来ねえ時間。こんな気分悪いって。うるせえ、お前、これお前のリスナーだろ、これ。おい、青山、マールちゃんってお前のリスナーだろ。もう来るけど。なんなんだよこいつ。帰れじゃねえんだよ、うるせえな、この野郎。クソババ、めっちゃ機嫌悪いよ、マジで。気分悪いよね、ほんとに。おい、カイホ、ホテル行くぞ。もうカイホ抱くわ、今日。いいからじゃねえんだよ、よくねえんだよ、もう。クソ野郎が。どうせ風俗のババだろ。口の利き方気をつけろ。子供だな、じゃねえよな、もう機嫌悪いに決まってんだろ。いや、俺別に吠えてないじゃん。泣きそうなのよ、泣きそうな顔じゃん。あの、和道のああいうの嫌いだわ。あいつが泣かされんだよ、これから。泣きそうじゃねえよ、めっちゃ顔いてんだよ、今。何今、いつら1200人。まあ、見るもんないからね、今ね。金前ぐらいでしょ、今1000人いくのって。予算やってないじゃん。でもいいパンチしてるね。経験者ですか。いや、やったことないです。あ、ないんだ。和道の何がムカつくんですか。え、和道の、いや、特に。ああ、あ、より目ムカつくよ、あいつ、ほんと。もう、より目にしちゃってください。あ、まあでも、うん、まあいいんじゃないですか。解説頑張っててもう疲れたよ。ごめんなさいじゃすまねえよ、マジで。気分悪い。いや、話しかけるなって。じゃあどうするの。まあ、あと9分ぐらい。どっちが勝つかな。多分ポチエムさんが勝つよ。もう雑魚でも何でもいいけど、こいつなんとかしろよ、こいつ。お前なんとかしろよ。帰っていいの俺。いつ帰るよ、だったら。別に俺、だっている意味もないじゃん。いつ帰るって言うのは30分で帰れるから。別に。あれ、浅井君か。じゃあ、ワド来たら聞くわ、帰っていいかどうか。ほんと機嫌悪いわ、マジで。もう絶対来ねえから。寒っ。なマジクソみ、機嫌悪い、これ気分悪い。いや俺帰るよ、和道に聞いて帰るわ今日か。まだ泣いてねえよ。いや誰が悪いって。な、俺のせいにしたんだろ、まあ、てめえ、この野郎。もういいや、もうこのアカウントでお前 NG でーす。マールちゃん、マールちゃん NG でーす。お前のこと NG してやっかんな、このクソ野郎。お前なんかもう見なくていいから、俺のマーク。あ、いたいたいた。はい、NG でーす。ちっせえな、うるせえな、この野郎。うるせえんだ、バカ野郎。俺の枠で NG したからな、お前。聞いてねえよ。だからもう、ワード来たら帰っていいか聞くよ。もうほんと機嫌悪い。気分悪いわ。あんなにボコツコ顔やられてさ。まあ、痛くなかったけど。余裕だったけど。泣いてねえよ、別に。どうなんだろうね、スタミナワードありそうだよね。なんかね、多少ね。まあ、去年とは違うでしょ。帰んないとじゃねえよ。なんも、マールちゃんが悪いんだろ。帰れって言ったんだろ。お、青山の意見なんだろ、それが。青山リスナーは帰れって言ってんだろ、俺に。ごめんなさい、サメちゃんって言えよ。言えよ、お前ら。ダサ、サメ島、うるせえよ、ババア。お前、どうせと、それ他人のサムネだろ、このクソババア。気持ち悪いんじゃん、お前。あ、そう、もちろん9時には真剣にやるよ。うん、でもすげえ胸クソ悪いよ。うん、
ね、素人の俺の顔面殴ってんだよ。大したことないけど。言ってねえじゃん、いいんだよ。いや、もう帰るよ。いや、たまちゃんもうほんと機嫌悪いよ。俺何回顔殴られたと思う？痛くなかったけど。全然。余裕だったけど。あんなだったら角田のパンチの方が重かったんじゃない？多分。だから帰るよ。和道の企画なんだから、和道が帰ってきたら聞くよ。だから帰るっつってんだよ。和道が来てねえんだろ。主催だろ。で、体重差はある。俺40キロしかないから。まあ俺太りゃいいんだけど。別に俺ね、ほら未経験だから。あれ歩数数えてんの？リングの？あれリングの歩数数えてますね。5歩半ぐらいですか？多分。邪魔でしかなかったらもう二度と来ねえよ。俺太らない。あんま食わないからね。何が弱いの日本で。全然痛くなかったけど、負けは認めようよ。だから俺負けじゃなかったじゃん。分かんない。65ぐらいあるんじゃない多分。俺食わないね。ただ1ヶ月ありゃワンパンだよ、あんなやつ。アロハちゃん、そんなこと言ったって俺機嫌悪いから、すごい。謝りづらじゃないけど、いやもう無理だよ。あのね、俺ね、ウォーキングデッドの DVD 昨日買ったんですよ、シーズン6まで。で、さっき3話まで見たのかな。ワドどこ行ったの？ワド。あ、タバコ？あんなな、だからスタミナないんだよね。皆さん大丈夫？お葬式みたいになってごめんね、僕のせいで。僕悪いと思う？生で見たいと。明らかさ、僕悪いと思います？まあ、正直言っちゃってください、今。どっちもどっちとは。まあまあ、喧嘩両成敗だからね。ただやっぱり、あれ怒りすぎか。僕？うん。僕が？いや、両方。あ、両方が。あいつな、目の色変わったからね。本気になったからね、その瞬間。だから、何こいつ本気になったと思って。それでは、後頭バコン行かれて。あ、やったな、こいつと思ってさ。それでなんか血が出たからとか言ってさ。めめしいよな、ほんとな。だから閲覧伸びないんだ。じゃあすいません。ガチの試合、いいっすか？あ、俺帰っていい？え？だってもう、いえいえ、鮫島さんいないと。いや、だって別にもうな、話すな、喋るなとか言われるし。いやいや、それは良くないですよ。いや、じゃあ俺も確かに感情的になって、青山に行っちゃったのも、ほんとごめんなさいなんだけど。席開けてもらっていい？え、なんすか、鮫島さん。もうすげえ機嫌悪いよ。いや、わかりますよ、わかりますよ。サムさん機嫌悪いの。いやもうね、なんかね、はい、聞きます。泣いちゃった。泣いちゃいますよ、うん、あんなに顔バッコバコに殴られてさ、うん、はい、泣いちゃった。こんなリスナーにも殴られて。でも考えたかった。ここにいるリスナーさんに、はい、鮫島さん怒りすぎですって二人ともとは言ったけど。マジですか。明らか俺だって素人なのに顔ガンガンやられたんだよ。でも痛くなかったけど。多分ですよ、うん、格闘技やってるリスナーさんは、お、鮫島結構強いじゃんみたいな空気になってる。全然俺経験ないからね。なってるんですよ、全く。そう、経験ないのに、あれ強いって。テルだって経験者ですから、うん、これはスタミナに関しては大丈夫だったから。スタミナ良かったっすよ。どうしていいか分かんないから、殴り方とか。いや素人なのに、だってパンツお前ムカつく、そのままちゃって帰るって。いや、やめてください、本当言ってください、真面目に。本当にそれは機嫌悪いもん。なんでそんな、なんで今日いくら持ってきたのよ。金の話っすか。でいくら持ってきたんですか、うん、今財布の2000円。のりこはのんちゃんから金引っ張んすか。でないくらあんだよ、2人で。のりこいくらあんの？7000円。リアルだな。じゃあ5でいいや。マジで言ってんすか。5はね、帰れるね、2000円ずつあれば。ちょっとじゃあ花火何発上がってんのか、ちょっと。ゼロゼロ。それはゼロに決まってんだろ。1256名でゼロ。それはそうだろ。いやでも1256名が、でも金だったら、ただみ。まあそういうこと。ここ会場、ちょっと待って、2万円だって、ね、3万ぐらい。3万がゼロ。まあそういうことよ。だからそれだけのものを提供してないってこと、はい、こんなに見てて、こんなにコメントやっててですか。そうよ、だからって内容がないじゃん。
いやだから今からバチで殴っだからガチで殴って何分間殴るの。3分2ラウンド本気で6分でしょ。6分間ですよ。で何かあんのそれに。それに今からちょっとやるんで、だからその時に花火上がるかもしんないから。あ、なるほどなるほど。それはちょっとじゃあ帰りに行こう。それで俺5000円ですか。そうだから持ってないんだもんね。キャッシングできんの。できないでしょ。銀行口座ないの。お、あの、しょうがないか。家族に取り上げられそう。あ、じゃあまあ5でいいよ、はい、まあのんちゃん可愛いから5でいいよ。じゃあ3でいいや。じゃあ分かりました。3000円はあの払わせてください。でも3も、まあ、駐車場代ぐらい。はい、駐車場代。ほんとすいません。はい、ほんと機嫌悪いんだよ。機嫌、はい、あいつ失礼しとけよ。すげえ、はいはい。わかりました。ちょっとこういう、はい、じゃあ、あのホテル自己紹介お願いします。あの大きい声で、はい、マイクここなんで3000円、まあ、しょうがないしょうがない。貧乏はやらんだ。ほんだからポケモンと言います。声張り目で、はい、よろしくお願いします。今回あの経緯を大声で説明してください。マイクここなんで。ちょっと配信も世界から、まあ、長々と仮想配信者をやってたんですが、あの離れることになりまして、はい、それで何か最後にできないかと和子さんで挑戦をしたところです。はい、本当はまあ彼女がいまして、あの結婚を考えてちょっと配信の世界から離れようかと思ったんですが、ボクシングマッチをしてからと別れまして、特にそういう方がいましたので、どういうのが大事ですか。はい、どうもすいません、ありがとうございます。はい、あ、やばい、失敗した。じゃあ休憩5分10分取ってください。あの、リオをやっててください。もう一回一回しないね。じゃあ、リオリー、説明をお願いします。いや、つむつむやりたいんだけど、これがメイン、これが、こことここが、これがメインだ。メイン、これがメインだ。どう、だから6分しかないんでしょ。そう、ワドーとメインって何、どっちが死ぬってこと。ワドーとポチエムさん、じゃリスナーさんなんでしょ。そう、リスナーさんがなんか喧嘩したんだよね。喧嘩しとって、まあ、だお前場を設けてもらって、うん、じゃあリングの上でやり合おうぜ、やろうよ、やり合おうぜみたいになったんだよね。なったんだよね。で正直ポテンシャル分かんないじゃん、リスナーさん、ポチエムさん、どうなんかな、どうなんだろう。これ何、これがメインディッシュなの。いや、この後テルとサスヒコ、テルと僕がガチでやる。スパーリングだって花火上がるわけねえじゃん。これは本気のやつですよ。これガチなのね。これガチです。もうそう言ってる時点でうさんくせえよな、うん、ポチエム頑張ってくださいよ。のしてください。はい、頑張ります。あの、拳の中に石入れてもいいか。今日でやります。今日でいいか。じゃあワドまでたらどうする。負けないです。じゃあ負けたら引退ね、ワド。じゃあこのノートパソコン壊そう。あおやん。なんで？だっておかしいじゃん、リスナーさんに引退をさ、なんかそういう歌詞で。じゃあチェック。うわ、本格的。しかも映ってないっていうね。しかも映ってないっていう。ポチエムさん頑張ってよ。これワドの引退かかってますから。3分間に切り替えないといけない。あ、切り替えました。切り替えて1回で。3分の1分の2ラウンド。2ラウンドですね。はい。え、で、足りなくない？いや、素人で。まあまあまあ、そうか。じゃあ何？ KO じゃなかった場合はどうやって決着つけるの？判定です。誰が判定するの？辰彦。ああ、そういうこと。でもなんか和道寄りになりそうだよね。もうここは、あれ見てもらってる人。まあ、そうだね。もうみんなで投票で。多分そうなると思う。はい、で、じゃあ何、ワド負けたら引退。いや、あの、ま、負けないです。あ、絶対。え、じゃあ何、何ラウンド KO。 いや、見ててください。見ててください。大丈夫です。え、何、もうあと50秒で始まるの。いや、違います。5分、10分後にやります。今ちょっと3分目のテストやってる。あ、了解です、了解です。これどうなの、これがメインディッシュなのね。こっからが、ここからが、こっからが本番だ、ね、ここからが、じゃあごめんね、痛くなかったけど、うん、痛かったよ、痛かったけど、パンチは強いよ、青山。普通のクラブ。だからまあ、試合はそうはいかないからね、多分もっといろいろ金あるの、じゃあほら、俺もさ、もっと動くし、今日の、うん、まあ、鮫島とやって、うん、今、より一層これから頑張っていかなかなと思ったし、そう思ってもらえたら光栄です。そうそうそう。なんで目つぶんの。何話すの。考えてたの。あ、言うか、まぶた震えるよ。そう、あと、ごめん、やばって、まぶた薄いな。いきますか。
俺以上にな。皆さんも声出して。これぐらいしかないんだよ。青山の上まぶた。え、もう始まるの？あと1分で行きます。行きますか？いや、この次で。この次だ。5分後。5分後？はい。4分40秒ぐらいだよ。え、そんな長いの？いや、彼、あ、温めたばっかりなので、呼吸を整えないと。あ、ほんと？え？4分どうすりゃいいのよ。じゃあまあ、じゃあ皆さん各自なんか適当にコメントしててください。なんでこれツムツムインストアップデートができないんだろう。奈良さんのだって4分後だ。4分後だ、うん、あと1回、あと1回でしょ奈良さんで。あ、2分になる。え、ストップウォッチあるんで、ストップウォッチで測ります。そうですね。ストップウォッチでゴングでお願いします。あ、じゃあ分かりました。はい、ではあれ切ってもらって。じゃあ、もう始めます。もう始めます。ポチチェムよかったら OK ですか。あ、ダメダメ。あ、OK ですか。43歳なんだ、ポチチェムさん。まあ、前情報があったのね。ん？富山県出身。あら、富山県。さくらんぼがね、有名ですよね、富山県。はい。じゃあ、じゃあ、正規の一戦が始まります。今説明しますね。なんか肘、あとなんか足とか、もうダメだ。危ないと思ったら、危ないと思ったら2ノックダウン。ダメ、2ノックダウン。2回ノックダウンということでね。止めますんで。止めると、レフェリーが止めると、そういうこと言ってます。あ、花火ありがとうございます。こっちの判断、こっちの判断でしたいと思います。まあ、判定になった場合はもうリスナーさんと試します。そうですね、僕たちが判断したいと思います。そういうことですね。オーケーさ。え、まだまだまだ、ごめんごめんごめん、まだ。今だってボクシングやったじゃんね。違います違います。あ、違うの？あ、ごめんごめんごめん。あんま試合見ないから。はい、今ね、今草生やすとかやった。さあ、目指して目指して。あ、でも動きがいいね。手が、ああやって広く使うのね。あー、出るの、早く出して。あと肘使え、肘。肘なし、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 肘なし。あと腰、腰もっと、もっと腰を落として。一緒で、はい、何でしょう、はい。お、煽ってます、煽ってます、今。花火ありがとう。あー、でもまあまあ、ちょっと待って、これ。あ、お、お、お。似合わない、似合わない、はい。お、まあでも大事、重いな。似合わない、似合わない、手数手数。はい、お互いお互い出して、お互い出して。あーっと、はい、ワン、ツー、はい、コーナー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 、ワン、ツー、どういうこと？今どういう、どうなったの今。はい、今どうなったの。もうちょっとね、ワドがちょっと有利だ。あ、ワドが有利なの今。ワドが、あと1回でダウンで、ワドさんの勝ち。あと1回でワドさんの勝ち。はい。え？行くぜか、はい、はい、スタート、はい。打ち合って、打ち合って、見合わない、見合わない。殴り合って、殴り合って。あ、はい、そうか。なるほど、そうだ。いきます。持ち手の敵を取る。今の何？これが正規の一戦なわけ。言いたいことわかる。今から締めるから。今から締めるから。ね。はいはい。これ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 。ちょっと待って、どういうことこれ。ありがとう。こういうこと、こういうこと。何があったの今。これこれこれ。二回ダウン食らったんです。二回ダウン食らって二回。え、なんでなんで。二回ダウン食らったら終わり。いや、それはわかるけど。そうそうそう。何があったか俺もちょっとわからへんけどね。何和藤さん。これが正規の一戦だった。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなん、ちゃんとルール上の乗っ取って。いや、まあもちろんもちろんもちろん、まあ KO は KO なんだよ。 KO は KO なんですよね、はい。え、
花火上がってんじゃん。そう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 。ありがとうございます。そうそうそう。花火ありがとうございます。そう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 。いや、ワード強いのかな。もしかして弱かったわけなんじゃないか。いや、まあまあ、でもまあ経験じゃしないからね。まあこちらね、まああの、まあ、え、何何どういうこと？一回でもね、大舞台に立ったっていう、まあそれもあるもんやでね、まあ余裕があるわけですよ。はい。え？いくらなんぼなんでもまあ経験してない二人であっても、やっぱあのまあ、いや分かるよ、いや分かる。そうそうそう、その余裕が一歩上に行ったんじゃないかなと。勝った方に文句言わないでしょ。どう今どう思った？勝てばいいんですよね、はい、もっと引っ張るべきじゃない？何ね、なんかやっぱね、もっとなんかさリングの上でこうやっぱガチになるわけなんですよ。引っ張るもんは、まあ、だけど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 、これ放送じゃん。考えられないですよ。そうなんですよ。もしかしたら相手弱かったんじゃない？いやいや、まあまあ弱いってことで、まあ、だって俺パンチ何発かもらったけどあんな倒れ方しなかったよ。いや、まあまあまあそれはね結構ガチで言ってるから。いや、ガチで言ってるから。そうなんですよ。そうなの？そうなんです。スリップダウンだよね、はい、あれね。そうなんですよ。あれスリップダウンだよね。ねえポチエムさん、あれスリップダウンだよね。スリップダウンじゃない。あれあれ見捨てられた感が半端ないよね。まあワードだったらこんなもんか。まあまあまあ、まあ、いっか。まあいいんですよ。これでいい。まあワードの企画はこのもんか。これでいいんです。これでいいんです。これでいいんです。3000円だもん。これでいいんですよ。まあ3000円だったらこんなもんか。多分やめたかったんじゃない、この倒れ方。それ寝るように倒れた。そんなことない。寝るようにおやすみなさいみたいな。そんなことない。俺がいつも寝るときみたいに、ね、あれおかしいよ。おかしくない。あれが、あれが試合だよ。例えばほんまにああなるか。 K1 とかの試合だと、うん、直角のままバターンって倒れるじゃん。おやすみなさいみたいな感じだったよ、うん、な。じゃあ出て引退かかってたんだから、それガチで。ああまあそうか、わあそうか。八百長じゃない。亀島さんが言ったんですよ。八百長だから仲良さそうだった、ね、まあまあ最初仲悪くはないからね。めちゃめちゃ仲悪いわけじゃないから。八百長やっぱ怖いな。怖いですよ、人を殴るのも。殴られるのも怖いじゃないですか。ワードって詐欺師だ。え、結局八百長八百だと思うよ。リスナーさんもそう思うでしょ。だ俺はだからワドのパンチもらいたい。どれぐらいか。あ、じゃあ、ね、果たして。でそれはまあまあ今はね、うんうん、まあ、さっきも言った通り、わかるわかる、まあ、マウスピースもないし、まだ経験もないから。1ヶ月後あるじゃないですか。1ヶ月後、まあ1ヶ月来ねえけどな、うん、すごいよ。これこういうことで、これが本当じゃん。それで、あ、見えます。こっちで見てます。こっちで見ないと。ほら今青山、まあ、こっちで見た方が入ってないでしょ。ああいうのも、ああいう大振りダメだよね。あ、でもパンチいいね。あ、避けた、すげえ。お痛いよな。あーあ、でもまあこれ面白いね。この試合面白い、この試合ね。ああ、なるほど。ピンクってのが気になるんだけどな。何、なんかビビアンじゃない、なんだっけあいつ。まあいいや。あー、まあスリップですね。今のはスリップですね。疲れるね、これはね。パワー、あ、今頭打ったね。これで1分、すごいしんどいな、この運動の。これがしんどいね。これはしんどいわ。しんどい。これは経験者の動きだわ、お互いに。うわ、蹴りが痛そう。うわ、これ蹴り痛いでしょ。ダメだよ、そんな蹴っちゃ。怪我しちゃうよ。ダメだって蹴っ。誰か止めて、これダメだ、もうこれいじめだ、これ。いや、これへばるな。お、青山もやるんでしょ、これ。え、これ無理無理無理、負けました。じゃあ、やるんでしょ。え、やるんでしょ。やんの俺。じゃあ、やるんでしょ、スパーリング。あ、俺やんの。やるでしょ、当たり前。3人なんでしょ。嘘だ、嘘だ。やるんだよ。嘘だ。やんなさいよ。え、やんなさいよ。いや、ちょっと唇痛くなってきたな。それはあの一般のやつだ。ジビルがちょっと、あ、でもジビルワード追い込まれてんね。やるんだ。ワードはスタミナがないんだろうね。やるんだよ。どっちでもいいや。もうどっちでもいいや。俺だってもうワードで勝てる気しちゃうもん。なんで？無理無理無理。勝てんじゃん。無理無理無理、絶対無理。もうクモに負けんもん。次だね、ワード。クモにも勝てるわけないな、そんな。だってもう、まあそれは生きてるよね。やらないよ。
はい、はい、締め張りました、はい、締め張りました、はい、はい、はい、行ってきて、あの、ちゃんと足の借りな、はい、足の、はい、足の借りなんてダメよ、あんた、ほら、あと30秒しかないよ、ほら、ほら、30秒しかないよ、いや、すごいね、これはいいよ、この試合はいいよ、いや違う、映画、はいはい、いや、ワドもいい動きしてた、いや、紹介したことないもん、ただ、スタミナがね、スタミナが問題だね、これ、スタミナつけないと、はい、あと17秒、あ、止めておきましょう、すいません、ワド、足の裏、汚ねえな、そうです、あ、まあ、そっか、あ、でも、すごい面白いな、これはね、あ、ジム行ってないの、ワド、一回サボってるんですよ、ダメだな、見なきゃ。スタミナだね、ワドは。多分、パワーに関してはいいと思う。はい。結構。縦が強いっす。いや、多分強いのかもしんない。はい。めっちゃ焦がされてたじゃん。いや、やばい、スタミナ。焦がされるとスタミナ減るよね。はい。一気に。はい。そうだよね。いや、これはいいですよ。弱いのになんで言う？解説だからだよ。気をつけて。解説だ。これで何も喋んなかったら家にいるって一緒だよ。いや、テルチャンマンが、テルチャンピン。テルチャンピンが、これ強いっすよ。絶対勝ちます。足封印してたからさ。いや、何？皆さんありがとうございました。達彦強い。いや、まあね、お疲れ様です。もうあれ多分6割ぐらいです。え、あ、もう全然息上がってないもんね。たっちゃん。俺たっちゃんこれ勝てん、まあ勝てんじゃないのかな。6割ぐらいであるっす。6割で。で、ワドは100%。僕120ぐらい出しましたね。この2分、3分。2分です、今のは。はい。あ、うまい、うまい。ほら、やれ、早く。まだ止まってる。待って。準備できた？え？ガチでやるんだよ、ガチで。はい。よーい。はい。さあ、来た。さあ、どうだ。さあ、さあ、どうでしょう。いや、まあ、やっぱね、距離感がいいんですよ。青山はね、下がっちゃうんでね。いや、あの、いや、距離を空けるってことで、ね、距離空けて、キックだからね。キックだもんね。いいっす。あ、でも痛そうだね。ダメだよ。あれが疲れんだよね。入隊仕込みの、そうです。あれがもうしんどいんだよね。あれ結構、やっぱスタミナをつけないと、多分力はあると思うんだよ、青山。テル、ローキックぶつかまそう。足使って。いいよ、ナイスロー。いいよ、足。ナイスロー。あ、もうすごい攻めるね、重戦車みたいに、ね、いや、もうプレッシャー半端ないですよ。やばいね、これ怖いね。テル、スピードだったら勝ってるから、かき回そう、うん、動け、もっとかき回そう、テル。でも動くとスタミナ使うからね。うわ、でも立つ、でも動くしかないか、動くしかないか、もうな、動いて、ハイ狙ってるんですよ、左の。あ、そういうこと。はい。あ、そうだから距離近づけないんだね。あ、これ、クモン流の戦い方を今やってあげてるんですね。うんうんうん。あ、クモン流の戦い方です、これ。なるほど、あー、ガードしないもん、ね。残り1分。もっと攻めて、青山。もっと手数。距離を置いて。キック。キック行かせ。ナイス。ナイスキック。いや、黄色いグローブが臭いんだよ。臭いっすね、あのグローブ。そうそう、いいよ。あ、もうすごい警戒。動きが。いや、動きが、よけ感が半端ないですね。いいよね。動きがいい。はい、あいつ反射神経やばいんですよ、こいつ。青山がしどろもどろしてますね。あ、いい、ナイスロー。あ、いいよ。ナイスヒーロー。焼けっぱつで行こう。蹴れ、もっと足。青山、ラッシュ。足使って足。ナイス。いいよ。行こう。距離置いて。危ない、怖いよ。危ないよ。5、4、3、2、1、終了。ナイス。はい。ワドとテルチャンピン。え？俺テルで。うん。わかりました。ちょっと一回テル休憩しないと多分ダメですね。だって、その、どうすんの休憩。ちょっと一回休ませないと多分。うん？スタミナ多分。しんどいだろうね。うん、テル、ボクシングでやろうよ。ダメだよ。そうですよ。前回、蹴りで負けてるんで、ボクシングでやりたい。あー、そういうこと？去年のってこと？自分の高みの方で。そうね。それ最後にしますか？まあ、でもスタミナ使うね。うん。いや、あのね、空切っちゃうと、パンチが、もうそこでスタミナがすごい減るんだよ。ほんとに。しんどいよね。キック使った方がいいね。青山。絶対、蹴りは痛いもん、こいつの。あの、多分5発ぐらいやったら俺立てなくなると思う。
ローキックで。多分歩けなくすりゃいいんじゃない。でキックもいいんでしょ。え、クモリュートの試合かありなんだよね。でも足で折るのパンチ苦手でしょ比較、うん、だよね。じゃあ蹴りできついんだそれ。水虫移りそう。どれさんに教えて。あ、なんかベンちゃんが使ったやつ使えないね。た、つひこが本物の青山。いや、ふかしてたわけじゃないよ。あの、はっきり言ってこの動きは俺にはできないから。たつひこは本物だよ。攻めにくいでしょ。無理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 。攻めらんないよね。ワドはどう。いや、無理だと思う。で、勝ったじゃん、今日。いや、無理無理。なんでなんかな、うん、なんやろ、うん、やる気が…やる気がない。やばいな。言っちゃったな。今言っちゃいけないこと言っちゃったな、お前な。だから恐ろしい。練習する。あ、そう、あ、そういうことね。そう。でもあと3ヶ月しかないよ。やばい。だってクモン流練習しないとガチガチやってるよ、あれあいつ。うん。まあこの間地下格闘技は負けたけど、相手は経験者だよね、プロだからね。プロってか相手も素人。あ、素人だったの。じゃあ大丈夫だ、勝てるよ。クモン流でもね、どうなんだろう、よくわかんねえからな。練習しよう。練習スタミナ。え、おい、やらないの。やるか。やるか。よし。じゃあガチでしょ。ガチに。まあ、ある程度ある程度ある程度。70%ぐらい。70%ぐらい。うん、70%ぐらい。じゃないとリスナーさんがね、はってなるから。はい。あやま、さっきの猫パンチじゃ勝てねえか。ああ。もうダメ。煽りにも乗ってこねえ。しんどい。しんどいな、確かにな。別に5分で行く。お、5分なんて聞いたことないです。何のね。大丈夫。大丈夫。分かってる。死ぬ気でやれって。死ぬ気。ね、5分見たいよね。5分で。みんな5分見たいと1。もうでもアンケートは絶対だから。マジ5分見たいと1。5分日本勝負。はあ。休憩30秒。じゃないと集中力が切れちゃうから。ほら一応一応ほら5分に設定して。5分ぐらい持つでしょ。だからセーブしながらやるんだよ。5分あの駆け引き。2分でトップスピードの方が面白いと思いますよ。いやー5分でトップスピードの方が面白い。絶対終わらせないんだよ。じゃあ分かんない。5分やりますよ。やろうやろう。頼みますよ兄さん。はい、頑張る。あの、回復頑張る。もう、手は頼みますよ。わかるわかる。さあ、面白い戦いになってます。まあ、本当はね、サドンデスとかやりたいんだけど。そうなるともう、二人とも怠けるから。だれるだけだろう。ボクシングだよ。2分の方がいいのかな。5分だと多分もう、最後。じゃあ、2? 2分の方が。2分2ラウンド。2ラウンドできる。まあ、だれるのはダメだよね、確かに。まあ、確かにね、スタミナなくなると動けなくなるからね。グラグラになりますよ。2分で一発勝負の方が面白いですよ。まあ確かに。じゃあ2分1ラウンド一本勝負、はい、ボクシングルール。はい。じゃあもうガチでね。ガチで。倒したら5000円やるよ。勝ったもん。ちょっと待って、俺の3000円は。じゃあそれはギャランティーなの。はい。ダメですよ。OK。2分2ラウンドね。2分2ラウンド。2ラウンドぐらいやろ。とりあえず。去年のほら、戦いで、ワードは勝ちたいわけ。多分、勝てる。いや、わかんない。俺、ごめん、適当なこと言った、今。はい。始めますよ。準備はいいですか？結構、上げていくね、体はいくらいで。はい。大丈夫。はい、ちょっと一回コーナー離れて。よーい。さあ、始まりました。世紀の一戦。去年の捨て頃の雪辱を果たすことができるか、ワド。おっと、おっと、いいな、いいよ、いいよ、いいよ、ワド、いいよ、あいこめ、あいこめ、ワド、いいよ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 、ワド、いいよ、おお、よける、いいよ、ワド、ナイス、よけろ、よけろ、ワド、あ、いいよ、いいよ、もっと腰使え、ワド、あ、いいよ、いいよ、あいこボディ狙い、ボディ、ボディ、そう、ボディ狙い、ボディ、ボディ、顔狙うな、ボディ狙い、顔はやめな、ボディにしな、あ、ちょ、一回やるで、一回やるで、一回やるで、危ない危ない。はい。ダメ、まだ終わってないよ。はい、終わってねえよ。すごい。行くよ。はい。
2分に真剣なんだから。あ、いけいけ、ワード攻めろ攻めろ。スタミナなくなってんだ、あいつ。腰もっと使え、いいよ、腰。自分から自分から。そう、自分から攻めろ攻めろ。そう。どうぞ、そう。青山、青山、距離や、足の距離。危ねえから、ワードは、バーチが。フッ、危ねえ。あと1分。いいよ、いいよ、青山、いいよ。あんた危ねえ。だれだれ。そう。距離置け、距離置け、青山。そう、いいよ、いいよ、いいよ。顔狙えてる、狙えてる。ボディも狙ってけ。避けんの、バンの。見えんのあいや、青山、いけ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 。相手バテてる、相手バテてる。自分から、自分から。ラッシュかけろ、そうそう、ラッシュかけろ。畳み込め、畳み込め。残り30。相手バテてんぞ、青山。そう、いいよ、いいよ、いいよ。ナイス、入ってる、入ってる、入ってる。危ねえ。危ねえ、今の惜しかった。そういうこと。もらえ、もらえ。いけ、おい、いけ、いけ、いけ。いけ、青山、青山、いけ。頑張れ、いけ、あと。残り15秒。ほら、いけ、攻めろ。自分から、自分から。休むな、休むな。畳み込め。相手も使って。いけ、いけ、いけ、青山。いい試合。すごい、すごい、すごい。危ねえ。うわこれだよ、危ねえ。すごい、いいじゃん。危なかったね、まだ。危ねえ。惜しかった、青山。あとね、もう一発入れられたら、多分ダウン取った。惜しかったね。もう無理無理無理。でもね、多分バッてたんだよ。同じように。スタミナだね。スタミナ。スタミナだね。うまいね。うまいね、避けんの。和道も避けんのうまい。両方とも、反射神経が。あいつにガッチャンと和道。はい、こういうの回転だよね。こういうの。何時までここ？もうあと5分です。え ?9 時半まで？いや、ハゲがあるんで。どういうこと？片付けがあるんで。ああ。最後ワードとタッチャン。これ無理っすよ。違う。あと5分しかない。巻いて。巻いて巻いて。本当にきついっす。青山とタッチャン行く？いい。いいじゃなくて。あと5分、ほら、早くよ、もう。ワードを。これマジでワード。ワードをそんな、なに、そんな、なに、ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。これ本番、負けちゃう。ワード、ほら、頑張れ、あと1試合。大げさだよ。鮫島さん。え？お願いします。俺が？はい。最強いるんで。どういうこと？辰彦強いんで。やるの？いいよ。いや、しまこの隙にかかってた。大変だよ。俺、払いたいんだ。青山に呼ばれた。胃の位置がずれたと思う俺、多分。明日病院行こう。痩せ我慢してんだよ俺だって、うん、あんなにボコボコにされたら誰だって聞くよ。多分胃がずれたと思う俺。いやいや明日病院行こう。じゃ救急だわ。おいおい、ワード立っちゃう。いや演技うまいよね。いや演技みんな騙されんだこれに。これが配信者テクニックってやつ。いらっしゃいませ、いらっしゃい。本当に息が最初だ。本当にいやマジでお願いします。何が？いや本当に、うん、お願いします。もうこれ演技だよね。いや演技じゃない。うわ臭いわ。ていやでも青山動きはいい。最初だ。ちょごめんね、リスナーと話してるから。わ演技に騙されんなよこれ。ごめん、ヘリコ見た。まあ、しばくぞ。お前が腹殴りすぎて。まあ、しばくぞ。まあ、痛いんだよ。じゃあやるかお前。いいやらやら。なんだろう、俺も胃が痛いんだ今。じゃあ辰彦 VS 辰彦でいいんじゃないですか。じゃあワドやろう。ワド VS タッチちゃん。無理だって。嘘だよこれ、騙されんねんこれ演技だから。鮫島さんファイト。ファイトっすよ。やらないよ。鮫島さんの見たいっすよ。胃の位置がずれてるんだ。どういうことっすか。違う、だもう青山のパンチがな。聞いてる。後から聞いてくるやつ。後から聞いてくるやつ。じゃあ終わりにしますか。これで？何これで？いやだからリスナーさんにアンケートしよう、はい、今日楽しかったから。あ、今日一番いや違う違う、ちゃんとしたアンケート。はいはいはい、やってアンケート。はい。それだって、いやどうやってやればいいんですかって。アンケート機能を使えばいいんだよ。それはだってほらリスナーさんがさ満足したかどうかじゃない。アンケートあんま使わないですよ、通常っすか。そうだね。はい。で今日の配信、はい、楽しかったとか。ちょっと手、お願いします。手触れて。クイックでやん。クイックって何なの。クイックのね。何クイックって。戻って。何クイックってどういうこと。
戻る、いや違う、これで戻れんの。これ、何、どう違うの。これで楽しかった人が、はい、楽しくなかった人、いいえ。ああ、そういうこと。楽しかった人は、はい、楽しくなかった人は、いいえ。そういうこと。花火くれた人は何なんですか。知らない、何なんですかって、どういうこと。何なんですかって、どういうことよ。楽しめた、楽しめたかな。このバスの何あれ、あんなのなかったんだ。あれ、最近ちょっと YouTube で覚えてる。何あれ。あのカットするときみんな足上げるじゃん。あ、カットね。うん、俺もよくやったよ、昔。この足をこうローキックの勉強してたら、こうやってみんな上げる上げる上げる。この足をさ、さっとさらう。この足をこう、あー、足払いみたいにして、はい、で、スタミナ奪われるもんね、倒されたらね、ごっそり。ということで、今日3分3なんのもたとったら本当だよね。あー、何今日ね、本当に今思ったら、今思ったらダメだよ、君たちさ、たっちゃんは知らんもんだよ。あの、青山、スタミナつけなきゃダメだよ、うん、いや、してこの1の時、スタミナ落ちてますね。5、4、3、2、1、はい、アンケート終了します。323人がアンケートしてくれました。お、すごい、ありがとうございます。ワド、秘宝です。52% がつまんなかった。帰れよ、もう。何しに来たんだよ。悲しいよね、この3%。いや、リスナーさんさ。いや、悲しいよね、わかるよ。やっぱ、だって合格点は言ってんだよ。ただ、もう半分以上が、つまんねえと。それ、全然合格じゃないじゃないですか。いや、4割は合格じゃん。なあ、ちょっと運営さん、水増してくださいよ、アンケートあ、はい、はい、よ、ね、これね、1300人できるはずでしょ、運営さんは。そう、7割とかにしないと。だ、これはでもね、まあリアルな数字だと思います。まあまあまあ、正直、じゃあリスナーさん、楽しかった人手を挙げてください。あ、全員、まあ、全員、あの人は別に、ポチエムさんだけ不満があるんだ負けましたからね。いや、まあまあ、いや、マジか。いや、俺のせいなの。いやいや、違いますよ。まあ、でもね、うん、またね、でも来ないけどね、俺は。あ、そうっすか。だってもう、ギャランティー3000しかないんで。ギャランティーは3000しかないですね、正直。やってらんないの、そんなの。やってらんないですね、もう。いや、ありがとうございました、本当に今日は。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。辰彦、ケルタ君、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。リスナーさんもありがとうございます、見に来ていただいて。ありがとうございました。あと、ボツエムありがとう、最後に。ちょっとうんこ漏らしたかもしれない。引退しても頑張ってください。ということで、リスナーの皆さんも、1300人近くの方が見ていただいて本当に嬉しいです。ちょっとね、ブッキングの関係とかで、人数が足りなくなってしまったりとか、怪我があってしまったことを今後に生かして、来月も頑張っていこうと思います。もし面白いなと思った方は、フォローしていただけると嬉しいです。で、今日のね、テルチャンピオンは第1試合で、ステゴロ2で、クモンリュウと戦って、第2試合に、僕がボクシングルールで直木兄さんと戦います。で、僕とね、テルチャンピオンはステゴロの方で、頑張って、お互いね、前回負けてしまったんですけど、勝とうと思ってるんで、皆さん、この2人を応援よろしくお願いします。ステゴロ絶対勝とうと思います。よろしくお願いします。はい、はい、終わり。いや、汚い、やめてよ。くさ、お前。何？今そういう感じ。何何？何何？何？何？そうなんですよ。リスナーすらも突っ込まないですよ。お前が言わないと。何？さ、鮫島さんマジで気づいてないから。何？いや、だから僕の紹介行かなかったってことです。いや、だから。辰彦ちょっと来て。何何何何何何？何ですか？辰彦。はい。僕も出ますようがないと、はい、僕も出ます。僕も出ますようがないと、僕も出ますようがないと、ただのいじめになってしまうんで、ただのいじめになってしまうんで、辰彦も地下格闘技の経験あって、25戦やっていて、デステゴロ2でデビューしますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。